ヤマトヒューガ温泉旅行個人でやってて思うはい、ということでですね、まぁ、ちょっと温泉入ったりして一段落したので、ここからは晩酌をしていきたいかなと思います。はい、まあなんかもうヒューはすでに結構飲んじゃってるんだけど、麦焼酎を飲んでると、うん、結構酔っ払ってる。ちょっと酔っ払って若干で、ちょっと俺も追いつけるように頑張りますわ。うん、じゃあとりあえず乾杯。うえーい。飲まないでしょって普段飲まない。麦焼酎は俺それ飲む。なんか飲んで、いやー日本酒飲む。追いつかないといけないからさ。あ、時間かけて飲んでるからね。あ、こうやって言ってもちゃうね。鮮魚って普通にあるやろ。よいしょー。これいるやろ。やばいやん。一旦ちょっと味見したくないっす。いただきます。あ、ダメだ。ヒューグはね、最近ちょっとね、酒強すぎる問題が起きてるの。それだからその、一気飲みとかもやってないからね。俺さ、ヤマトが飲むお酒のイメージってワインをグッと飲むか日本酒をグッと飲むイメージしかないの。だから俺ヤマトが俺先飲むなと思ったから、絶対ヤマトのために買ってきたのがこちら、ガツンとサイダーぞ。最低やん。やっぱ最低な酒やん。いやまあでもこういうのはやっぱこういうののイメージなの、ヤマトって。あんまさ量飲めないからさ、うん、あのガツガツ強い酒飲みたいんだよね俺。そういうことでしょ。じゃあもうこれにするわ。で、お茶割りをチェイサーにして、まあ、めちゃくちゃ酔うよそれ。良くないことした時に日本酒いくわ。うん、これさすがにここに欲しいよ。いや、二人で飲むのってあったっけ今まで。いや、ない。初じゃね。いや、ないし、まず、ヤマト二人で俺、酔えない気がする。そうなんだよね。マジで。だって今、若干、大丈夫になってきてるもん。いや、わかる。その気持ちはすごいわかる。いや、答えも出てるよ、ぶっちゃけ。うん、俺、とヒューガは地元の飲み会とかメンバーと飲み会してもどっちもが潰れることは今までないんですよ。うん、一回もないの。一回もない。俺がヤバい時はヒューガが生きてて、ヒューガがヤバい時は俺が生きてる。しかも当たり前のように生きてる。そう、めっちゃ俺は全く大丈夫みたいな感じになる。いっぱい飲んでても。そう。いただきます。あー、マザイですね、これは。ちょっとやばいね、ほんとに。やばい、やばい、やばい。ちょっと飲んで、ちょっと飲んで。あれ、うまい。まあ、確かに。この 9% と思わせない実力はある。実力はある。これは酔うに決まってるわ。この感じで出される。9% は。気づかないもん、これ。9% って言われないと。うん。俺、どっちが生き残ってるかっていうのもね、一個の見どころなんですけれども。あの事前にね、あの視聴者のみんなから、2人で話してほしいことありますかっていうのを、インスタグラムの方募集してるので。まあ、ちょっとお酒飲みながらガンガンやっていかないともう潰れちゃう。そうなんだよね。普通に答えていこう。いやーどうしようかな。いい質問いっぱいや。じゃあ、まあ答えやすいとこからいきますか。はい。2人から見たそれぞれのメンバーの魅力を語ってください。じゃあなっちゃんから。はい。アムギリ。アムギリくんね、そのもうほんと小中から完全にあっちゃんのこと知ってる身からするとマジで変わったっていうか覚醒したっていう感じに近い。変わってない部分はとことん変わってないんだけど、昔にはない魅力があっちゃんには今。ヒューガーはさ、結構あっちゃんとずーっとプライベートでさ遊んできてるやん。うん、で下手したら多分あっちゃんと一番遊んでいいんじゃない。一番遊んでると思う。あっちゃんの魅力はもう楽しそうなところじゃない。そうだ、結局、うん、あっちゃんが面白くないとかそういうことじゃなくて、あっちゃんが面白くしなくてもいいみたいなとこあるじゃん。ある。動画撮ってるからさ、あっちゃん振るけど別に動画撮ってなかったらあっちゃん振らんやん。振らないね。ま、マジで、うん、そういうことしないじゃん、あっちゃんな。はい、あっちゃんこれやれとかないやん。ない。マジないよ。だからもうあっちゃんが笑ってんのがおもろいからみんながあっちゃんが笑うようなことするみたいな節はあるから。ある、それはある。よく笑うのが魅力だよね。友達として見るなら楽しそうな。楽しそう。そういうこれがね、唯一ちょっとさ、その YouTube とその友達関係でいうところのギャップの難しさで、 YouTube だとさ、喋ってないと喋ってないでさ、なんで喋ってないのとか、なんで振らないのっていうのを言われちゃうわけ、うん、けど、普通に友達だったら喋んないやついるのはさ、当たり前なので、うん、そこを、なんとかこう、あっちゃんにも喋るようにとか
喋りやすいようにってやんなきゃいけないのが YouTube あれで、プライベートだったらあっちゃんが一番なんかフラ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 しながらケタケタ笑ってる、うん、まあ、あとプライベートの方があっちゃん自分から入ってくる。そうだ、動画撮ってたらみんなが見てるって思って、うん、そう、俺は350万人以上の人が登録してくれてるの知ってるけど、知ってるけどやっぱそんなに見てもらってるって思わないようにして動画撮ってるから、うんうん、逆に何でもやるし何でも言うけど、うん、あっちゃんは多分相当見てるっていう思いで動画撮ってるから、だからこそなんかちょっと緊張してるしちょっと入りづらいみたいな雰囲気が出てる。いや、わかる。それね、まあ良さでもあるんだけど、うん、だからもうだいぶ克服したけど、緊張みたいなの。確かに、いいとこ言ったら、ほんと笑い声じゃない、すられるからね、あっちゃんの笑い声、あっちゃんを笑かしたいってやっぱなっちゃうよ、ここ二人は、うん、そのせいで龍馬に被害出したりしてるけど、うん、ヤマトはね俺はやんないよ、とことこしてもうあっちゃんを笑わせたくてしょうがないっていうモードに入っちゃう。あっ、被害者の人の魅力ですね。うん、では次は、皆さん、龍馬大親友、ヒューマの、いや、ユーマ、俺の親友のユーマ、ユーマは、だから何も気にしなくていい、一緒にいて、はいはいはい、ユーマも何もしてもないし、うん、俺も何もしないし、でも仲いいって一番不思議な関係だけど、まあ、なんかいいよね、それが一人はいて、うん、人生にユーマからしたら不思議だよね。俺っていううるさい生き物をいろんな人といる時に見てるわけよ。パッて二人になったら、うん、みたいな感じで全然喋んないみたいな。ユーマは、どう思ってるのかなと思うけど、多分それもどうも思ってないんだよね、ユーマって。だから、いいんだよね。なるほどね。どうも思われてない感じがするから。ああ、あいつって、俺のことどう思ってんだろうとかすらも考えない自分に言うってことだ。それは他の友達にない良さだよ。うん。俺もちょっとでも家みたいな安心感はあるかもな。本当に適当くんだから、会話めっちゃ適当じゃん。会社めっちゃ適当だし、うん、俺基本的にちゃんと話したいと思うタイプだから。で、ヒューガと話すときとか、基本的に無駄な会話しないで、うん、めっちゃちゃんと話すか、まあ、あとはもうお互いを笑わせたいだけのくだらない掛け合いみたいな。ユーマっていうのは俺がちゃんとした話をしてても、何のユーマはメインですかとかになってくるからさ、拍子抜けにはなるんだけど、なんか彼女に近いかも、ユーマ。え、俺暇だよ。なんていうのかな、そのガツガツユーマに対して俺受け取りに行きたいみたいなのないから、なんかふざけなくていいっていうのは。ユーマ結構ヤマトにさ、これは いけました今のボケみたいなやんない、やってくる、やる、俺にやんねんもん、あれ動画撮ってるやつ。触ってくることある？ある、たまに。2人の時、2人はないの。なんか5人でいて、なんか一番後ろに2人いる時とかに、俺の腕とかこうやってこう目見ながらみたいなやってきて、俺もこう見てみたいな、何やねんぐらいしかない。やめろよとか言わない。何も生まれないもんね。生まれない、そっからは。いや、でもユーマはスーパーいい人だから、うん、頼りがあるよ、普通に。友達としても仕事仲間としても、まあ、頼りがいがあるという言葉に尽きてしまう。だからほんとね、動画ではクズキャラってなってて、視聴者の人からクズって思われてるのは俺全然いいのけど、やるときはやる男で、ユーマいるからチーム回ってるっていうのは念頭に置いといてほしい、うん、一応。ユーマそうだね、ちょっと若干後輩気質で、ユーマ俺に対して。ほんと、もう立ててるみたいなのがある、たぶん。いや、俺ね、最近ここに来て思ったのが、コムズットの面白い部分ってそこだと思うんだよね。友達としては平等なんだけど、だからそう、関係性で見た時にやっぱデコボコがあるっていう、うん、世間一般でいうところの友達って全員平等で全員発言力が一緒でみたいな感じやけど、多分それが多分理想なんだろうけど、俺らってそうじゃない。よく喋る人もいれば喋らない人もいて、強気な人もいれば弱気な人もいるっていう。だけどそのままで YouTube やってるから、例えばなんか誰かが言われすぎてるとか、誰かが言いすぎてるとか、誰々喋ってねとかになると思うんだけど、だからそれはしょうがないと思う、うん、もうリアルだから。 YouTube ってパッケージで見た時に平等に喋ってたりとか、なんかすごいみんなで仲良しっていう方がいいんだろうけど、俺らのこの地元っていうのはそうはいかなくて、おかしいとこがあったら言っちゃうし、言い返しちゃうし、ね、しかももう YouTube でさ、なんかたまにだからそんな、ね、いざこざプライベートでやればいいやみたいに言われるけどさ、うんうん、それ喧嘩や。そうだねっていう、俺からしたら、うん、動画を撮ってるから言うし、うん、動画が回ってなかったらわざわざ言うことじゃないっていうぐらいのことしか言わないわけ。まあ、そういうのを見たくない人からしたらちょっときついシーンになってしまうかもしれないけど、うん、まあ、俺らもこのやりたいこととして、できるだけこの生の
友達の関係性っていうのを届けたくて、だからこうリアルにさピリッとした瞬間をわざと使うよ誰かがちょっと怒っちゃってる顔とか、うん、誰かがマジちょっと泣いちゃってる顔とかもあえて使うことでリアルを届けて、結局それって2、3年後にあの時ヒョウがめっちゃ顔怒ってたよねとか、うん、お前泣いてたよみたいなのが逆に俺らの中で面白いから、ちょっとそこはわがままになってしまうんですけど、うん、あ、そうだよ、うん、まあ、付き合ってくれたら嬉しいね、まあ、別れようなんて思わないけど、またやってんなぐらいに思ってくれたら嬉しい。大前提として俺らがこの誰かが誰かを下に見てるとかそういうのは全くない上で俺らがこうやっちゃってるから見えるんだ、うん、それはないからさ、もう本当だってもう10何年を超える付き合いってさ、視聴者の人の中でもそういうコミュニティがある人って少ないわけや、うん、理解してもらうのがね、すごい難しいかもしれないんですけど、なんか徐々に伝わっていけばいいね、またやってるよぐらいね。ゆうたの魅力、ゆうたはすごいよね。ゆうたすごい、だって東村山高校通ってるバカが、これすごい思うのは、ヒューガがゆうたに対する絡み方一番うまいなと思う。人類で、人類で、人類で一番うまいね。ギリギリゆうたが嫌じゃないけど面白いとこを攻めるのがうまい。二人で遊んでたからね、よく、うん、家の中でとか、それすげえなって思う。俺とかゆうまとかやりすぎてね、マジで本当にやめてって言われることはやっぱ人生で700回ぐらい起こってるから、その時にやっと俺とゆうまはごめんって言ってやめるわけで、ヒューガそれがね、あんまやらないかも、うん、いやーそっか、ゆうたはなんだろうな、俺それで言うとやっぱ優しいイメージあるけどな。静かに優しいよね、静かなる優しさみたいな、分かる、ちょっと男なのか、青い優しさみたいな、そう、結局青い優しさのね、ゆうた、青い東村山です。俺とかもなんか本当にギリのライン、これ俺がやってたらめっちゃ怒られてるかもしんないから、お前マジで何がここも言ってんだよってなるかもしんないところを、ヒューガに言われたら言うたね、ちょっと許しちゃう部分あるんだ。いや、まあ楽しそうだからじゃない、まあ、ヒューガもう止めちゃいけないぐらい、うん、ヤマトその悪意に満ちた言い方してんだよお前。確かに確かに、その東村山出してろみたいな悪巧みみたいな感じだけど、俺は別に東村山出したわけじゃないわけで、東村山っていうのが楽しいっていう、うん、もうその言いたいだけに近い、言いたいだけだから、その言いたいだけのやつにぶち切れるのってちょっと気まずいやん。確かにっていう、なんかそれはあるじゃん、言うたんだけど申し訳ないけどね、普通だって言ったら俺なんでしょ最初。そうです、結局あんだけ、いや大和だよみたいな、そういうの言うの大体大和って言ってうん、まあまあ言うた、ごめんごめんうるさいのか、そう俺からしたら言うたの魅力はやっぱ分かりやすいところだね。あいつめっちゃいいやつだから、俺ら以外のコミュニティで嫌なことされてもふざけんなとかやめろとか絶対やんない、うん、確かにクールな感じではないと思う。ファンの人にめちゃめちゃ優しいし、多分そのクリエイターの人たちにもすごい気使ってるし、ただ俺らにはやっぱ感情が結構むき出しだから、ほんとオフの時は全然話しかけても帰ってこない。マジで帰ってこない。楽しそうな時はめっちゃ楽しそうだし、俺らに対してはその心を開いてるというか、もう完全に心を許しきってるからこそのゆうたらの感じっていうのを踏まえると嬉しいよ。まあ確かに、あれ絶対外でやんないの、まあ、できないよ。だってあれはやったら本当殴られる可能性もあるの。めちゃめちゃだから10回話しかけてさ、10回無視って結構難しいやん。できるかね、ゆうた。ゆうたはできる、全然できるね、余裕でできる。あまり強いよな、あれ普通にメンタルけど、ゆうたはあっちゃんにはめっちゃ優しいね。マジで優しい。あっちゃんの話しかけたことにはもう10週7ぐらいは返すんだよ、うん、俺はゆうたのこと今まで何回誘って、俺断られた率も高いからね、多分遊んで全然高いでしょ。え、けど、ヒューガも言ってたよね、なんかの動画で。誘ってくれるヒューガがいなければ、俺はこの場にいないぐらい言ってた。うん、確かに。でも分かってる。だって家の下まで追い込みに行ってたの。追い込みっていう時間。今思えば、本当やばい。やばいことしてた。今考えればありがたいって言ってくれてるけど、当時、ユウタが俺にぶち切れなかったのがすごい。嬉しかったんじゃない普通に。いや、もちろん可愛いけどね。だって俺、本当にやばかったよ。まず連絡する LINE。で、ユウタマジでそう。今日は集まってるから、ドライブ行こうぜ。いや、行かない。今日ちょっときついわみたいな来て、いやきついとかないっしょそのまずそのきついとかないっしょがやばいやん、人としてきついってんだからきついわけやん。いやきついとかないっしょで、いや普通にマジで今日はちょっときついよ、寝るみたいな。で電話かけて、何、いやマジ行こう、いけるいける、明日何時みたいな、明日12時みたいな、あ、余裕、俺9時みたいな、俺9時だけど全然平気みたいな、全然同じ感じ行こうみたいな感じ言って、だけど電話切られるみたいな。で、電話もう一回かけて、今から家行くわって切って、で、LINE とか来たら無視して、ユタッチの下行って、一生ユタよって
ゆうたーゆうたーって LINE で、やばい、もう少しやばいぞ、ゆうたゆうたーって言ったゆうたがこうやってぐって降りてきて、マジ何まあでも結局来るから友達なんだろうね。けどそこで出てきてゆうたは怒ってないんですよ。だるすぎだろって言って笑ってる。いやそれがそのヒューガの魅力なんだろう。だるすぎだろお前って言ってるゆうたはその前いいすぎすぎって言って連れてくみたいな。で車乗っけて多分5時間ぐらい帰れないみたいな感じじゃない、誘い方で言ったら、うん、その点やっぱもう特に俺らに共有してて感情が分かりやすいから、うん、逆に俺は楽だ。気使わない言うてんの。やめてほしい時やめてって言うし、楽しい時楽しそうにしてるからマジ気使わない。メンバーはね10年を超えてくると一瞬で疲れることとかなくなってくるんだよ、うん、だって俺ユーモとすれ違う時目合っても喋んないときはいやまあ普通なんか何かしらあるやん、うん、けどユータも喋んないから目合っても。廊下で普通にこうユータが洗面所の方から来て俺がこうこうビビがバッタリついて玄関あたりすれ違う時にこうユータと目見合うみたいな普通なんもない。で、その後、俺は洗面所でちょっと笑ってんだけど、うん、その相手の行方は気になってる。なるほど。俺洗面所で、やっぱな、キモいな、この関係って、お前なんかこう、お笑いになる髪とか乾かしたりしてんだけど。で、ゆうたはコメントしてるじゃん。どういう気持ちか、そういうの。ね。うん。気になる。山坂だったら絶対絡んでくるな、お前。絶対絡んでくるのはヒューガだね。いや、お前、いや、絶対ヒューガだね。俺もこれ言おうと思ったよ。いや、お前ね。言ってくると思ったよ。お前、お前。あ、お前、そうだよね。お前、マジで絡んでくる。ヒューガが、おい、お前、デブラだけだろとか言う。俺みたいな痩せてるやつに、ああ、お前たぶん太ってないだろ。お前何歩いてんの本当に、もう中身がスッカスカの話題をバンって投げられて、お前のデブだろ。黙れうんこまんとか、本当に中身のないラリーがパカンってなってこう終わる。そうだよね。別に綺麗な丸打てないもんね。うん、点とかで終わってくるんで。けどすれ違うだけのことは逆になくない。はい、なんでだろうね。いや、おかしいんじゃん、ほんと。だって、お前、ユウタとユウマと逆にすれ違うだけの時ある、目あって。ないね。お前絶対喋るね。喋るね。俺だってあるの、他のメンバーと。で、お前が絡んで。いや、大体俺はでもヒューガには仕掛けられてる感想がある。なんでやねんっていう思うことがいっぱいあるもん。なんで何する一番言われるのは、お前デブなんだからっていう、意味のわかんない前置多い。言うっけ、俺。うん。まあんま考えてないもん、その時。全然絡んでる時の内容とかですね。俺も気にしてないのか。あと、あ、違う、一番多いのは、こう、パッて俺とすれ違うときに、ね、ヤマト来てないよ、まだ。あのノリね。めちゃくちゃ真顔でいくやつ。え、あるでしょ。あるわ、それはやるわ。で、俺が、いや、ヤマト来てないのに、あいつ多分遅刻だわって言って、ヒューガ遅刻か、みたいな。で、ヒューガが、あ、マジあいつ最近ゴミだ。来たら教えてとか言って、で俺が逆にヒューガに、え、ヒューガ見なかったいや、あいつもまだ来てないんだよね。いや、二人飯行ってんじゃないみたいなのを二人だけでやってる。二人の空間でやってるから。あれ何なんだろうね。今日の白子さん具合をチェックしてね。なるほどね。自然的にまあチェックしたがるからね、ほんとヒューガは。うん、チェックしたがる。全員チェックしちゃう。俺感触があるからね、うん、で、ユータとか絶対チェックするから。うん、動画撮る前ユータのチェックは簡単で、ユータの肩いきなり持ってめちゃくちゃ揺らすよくやってるわよくやってる。ユータめちゃくちゃギューってやってみるとか。でも一発で分かる。いや、その俺の見立てとしては携帯見ながら「何してんだよ!」とか「もう飯つけんなよ!」とかやられてるしばかり。うん、まあけどその時のテンション感で「あー、オッケーオッケー」って感じで。調子いい時は何て本当にボコシに来る時が一番調子いい時から俺に対して携帯を置く時、うん、携帯を置いてグリャーって来て格闘みたいになったら一番調子いい。言うた一番調子悪い時は、一番調子悪い時は本当ルムジュンってやられてるの見るよね。友達にガチな顔でガチな嫌な顔でマジで見てって言われてそのまま楽しく動画を撮れるのよ長いからそうね。あっちゃんにもめっちゃチェックしに行くんだけど、あっちゃん俺50点以上で出せたことないあっちゃんがそのマックス値みたいな。あの、あっちゃんのチェックは動画撮り終わった後まで。あー、なるほど。動画撮り終わった後とかにあっちゃんチェックしに行くと120点みたいな反応は出ない。あー、なるほど。大爆笑とか。それどうやってチェックしに行くの。なんだろうな、まあ
あっちゃんに一番やる絡みはえぐいんだけど、あっちゃんがこう座ってる後ろから急にあの破壊中に捕まって、え、お前今俺に落とされて終わるか15万払うかどっちっていうの俺がしたら、15万15万15万はい今今月65万やべえノリがよくやってるのを見るでしょ。それを今パッと話として聞いて面白いけど、俺それ笑わずにこうパッと見て何も思わないわけよ、やっぱその時は。だそれが面白いなと思った。ユーマとヒューガの絡みには俺突っ込むのよ。何やねんそのしょうもない会話、やめちまえそんな会話だなとか言うよ。要するにユータに「ユッピーン!」を俺やっぱ真顔で見てるから、まあまあよりチェック感が強いからじゃない。ああ、あっちゃんっていうふうにやってる俺の絡みは確かに調子どうよ感がっていうか、ユーマと本当にマジで人だから適当なのが気になるね。やっぱそうかも。だから俺ヒューがユーマは調子もクソもないからさ、あっちゃんって言うとやっぱそのあるね、打席に出す時の調子がある。動画っていう打席に出す時の多分視聴者見てて分かる。分かる分かる分かる。あれ今日のユータが面白かったっていうコメントがあるってことは、うん、調子がある。そう調子ある。で、あっちゃん一人が今日面白かったとか、うん、調子があるから俺ないの、その強化とかそういうの調子ないね、あんま調子はないと励みではいい。ああそうだ、そんな感じですかね、メンバー。もう長いからさ、これ難しいのよこういう質問意外と、うん、マジでほんとね家族ぐらい一緒にいるからさ、でしかもそれを一緒に目標を持ってやってると友達とか家族っていう言葉では形容できないような関係性にはなってきた。確かにこんな関係性はなかなかないな。運命共同体っていう言葉が一番そうじゃない、うん、もう自分だよ。友達の損は自分の損である、うん、友達の得は自分の得だから、もうほぼ自分なんだよ。なんかユータとかユーマに悪口だった、なんか自分の右手と左足めっちゃ蹴られたみたいな、そういうことだ。イラつくんだよ。イラつく。なるほどね。コムドットの会社の魅力を教えてください。会社の魅力はもうまず友達だけで構成されてるっていうのはもう特大魅力でしょ。そうですね。誰が見てもみんな友達いるだろうし、もしかしたらいない人もいるかもしれないけど、まあ、いる人からしたらいつも仲良い5人が今いるんだったら、まずそれで YouTube 俺らやってて、それプラス全員の仲良い友達だけが裏方として支えてくれてて、じゃあ LA に写真集で行きますって言ったら全員連れてって、楽しすぎるよ。冷静に考えれば考えるほどありえない。しかもその会社の後輩とか部下、まあ、同い年もいるけど、まあ、そういう風に慕ってくれてはいるから、みんなそういう目線で見るとやっぱ先輩が優しい、うん、会社としての魅力は。だって先輩がコムドット以上にいないから、どう考えてもあっちゃんって優しいでしょ。あっちゃんが上司だったら激アツだもんね。で、ユーマでしょ。で、ユータも優しいし、で、ヤマト俺はまあちょっと怖そうに見えるかもしれないけど、大して怖くないし。まあでもやっぱルイは友を呼ぶって言うからさ、本当ヤマトマジでみんないいやつなんだよ。いいやつね。いるじゃん、こう生きててさ、こいつマジ嫌なやつだなとか、こいつ性格悪るみたいなやつがいないんだよ。だから裏方特にこの後ってやっぱちょっと多少その売れなかった時期とかもあって、まあ、ひねくれてる部分とかちょっとあるから、何クソみたいな気持ちとか結構あるけど、裏方はね本当心が綺麗で、みんなで慕ってくれるでしょみんな。飯行きたいですとかさ、これこんなん食ったことないとか、うん、いや本当そうよ。だってご飯どこでも関係なく連れてく日連れてくぞって言ったら、うわ日向と飯は熱い、日向さんとご飯だみたいな感じ。みんななんか恥ずかしくないのかな、それをさ口に出すことって。まあ俺らが言うからね、俺らの影響もあんのか、そこは SNS でも発信するし、バンバン、うんうん、動画でも言うやん、酒飲んでなくたって酒飲んでたってどっちにしろ見て学ぶやん人は。そうね、の見る人たちが一番近くにいるのが俺らだから。俺本で読んだんだけど、友達と会社をして失敗する一番の理由が、言いたいことが言えなくてとか、言うべきことが言えなくて、友達としての関係を保ちたいがために会社としての利益を出せなくて倒産していっちゃうみたいな。友達と仕事をするのは世間的にあんま良くないとされてるわけですよ、うん、それで今こう特に誰かにそんな会社の知識があるわけじゃないのに、一応会社としてこう回ってるっていうのはすごい。バランスがいいんだよ結局。バランスがいいのか。だからまあ、ヤマトが怒ったとしても別にあっちゃん優しいしとか、で、上司の権力みたいなのが揃ってるからさ、一個変態ヤバ社長みたいなのがいるわけではないわけや、まあ、止められないもう悪魔社長みたいなのがいて、例えば俺ももう手に負えないみたいなやつが社長で、じゃあ豪太松原後輩が怖いですってなったら嫌な会社や、うん、いやそういうのないや。同じが雄太とかみんないて、この人がいる中で、じゃあ雄太が怒ったとしても別に俺いるしとか、同じぐらいの権力のやつがすぐ味方についてくれるやん。そうだね、ライが怒っても
俺がゴータンにぶち切れても、うん、大丈夫だよ、今ヒューがちょっと怒ってるだけだからってヤマトに言われればさ大丈夫だね。確かに、まあ、普通の会社だったらそれはないもん。ないやん、そのやっぱあるちょっと言うやつ、うん、それがないゴーがボンと上にいるから、うん、まあ怒られたし気まずいし悩まないといけないけど、同じぐらい強い4人まだ優しいから大丈夫っていうのが毎日続くわけ。確かに確かに、だからまあ別に大丈夫。いやでも俺が普通にコムドッツじゃなかったとしたらこの会社入りたい。いや入りたいでしょ、楽しそうすぎる。だってリョーマとかマジで楽しそうやん。あいつが一番口にするな。いやリョーママジ入ってきてよかったと思うよ本当に。うん、これリョーマの秘話だけど、やっぱリョーマはその元々さ YouTuber をやってて、別に地元の友達でも高校の友達でも大学の友達でもないじゃん。誰かが元から関係値があったわけじゃないところに入ってきた初めての人だリョーマ。あんま迷わなかったよね俺らね。全く迷わなかった、全く迷わなかった。ヤマトに言われて、うん、リョーマちょっとチームに誘いたいんだけどどう思うって、お、早く誘った方がいいんじゃないって言った記憶がある。うん、みんななんかそこは即決でリョーマ欲しいってなって、欲しいっていう選択肢がなかった、そもそもが。そうリョーマ、リョーマこの間裏方俺が8人か連れて9人でご飯行って、うん、で最後ユーマちょろっと顔出したんだけど、感覚的に今ヒューガ会みたいにしてたの裏方は。はいはいはい、ヒューガ3回だみたいな、今回はみたいな、はい、盛り上がってくれて、いやもうほんと俺がびっくりする会見になるまで飲んで食べてくれみたいな、うん、まあ昭和臭いこと言って、うん、そしたら松井とかが、うん、びっくりさせようかなみたいな盛り上がってて、まあ、可愛いなとか思いながら見てたら、うん、その俺はやっぱさちょっとお父さんっぽい気持ちになっちゃう。同い年だけどみんな、うん、俺がこう出してあげたりとか、うん、やっぱ先に入ってるし、うん、やっぱこう慕ってくれてるのが分かるから、うん、美味しいもん食えて美味しい酒飲めて楽しければいいなと思ってこう見てると、その前にリョーマが、うん、で、まあ、リョーマのこともほらそうやって見てるつもりだった、うん、じゃあリョーマも俺と同じようなポーズとってめっちゃ泣いてた。ちょっといやーいいやつやなー、うん、マジでやばい、こういうのやばいけんマジでいい会社やみたいな言わないんじゃないですか。いやー、まあ、それ見るとやっぱ俺も嬉しいからさ、何泣いてんだよとか言いながら飲んでたけど俺も酒。なるほどね、めっちゃ泣いてたぞ目の前で俺の。男友達よ言うても会社だし先輩後輩あるかもしれんけど、うん、あいつらからしたら、うん、だからその9年で飲んでてボロボロ泣くいや龍馬マジ入ってよかった、ありがとう龍馬。龍馬入ってよかったよ本当に。いや龍馬入ってよかったよ本当に、みんなだけど。俺はね、忘れられないのよ。あの、キューがさ、すげえ仲良かったね、うん、リョーマと。仲良かったね。一緒に編集したりとかしてて、俺もその時チェックだったから、うん、一緒にその夜を共にするみたいなのなくて、うん、キューがとすげえ仲良くて、いいやつで、マジであいつは最高みたいなの聞いてて、うん、そんなリョーマから急に LINE で、ちょっと本当に話聞いてくれ。うん、忙しいのは知っとるけ、みたいな。うん、来て、で、会った時に解散することになったんよっていうのを、解散動画出る前に言ってて、うん、で、この後どうすんのって聞いた時に、でも、ここ帰ろうかなって言った龍馬の顔が、うん、寂しそうすぎて、うん、絶対入ってほしいってその時思ってしまって、うん、で、まあメンバーに一回聞いてみるけど俺は入ってほしいと思ってって言った時に、うん、嬉しそうすぎて龍馬が、本当に好きな子に告白して OK されたぐらいの顔してたんだろう。だって入った時もないですよね。ないですよね、さあいつありがとうみたいに言ってたんですよ。恥ずかしいみたいに。マジ漫画みたいな人だよね、龍馬。龍馬主人公だ。いや、主人公だな。いや、龍馬ちょっとやばいな。俺もその現場にいたらやばかったかも。いや、って俺も泣きそうだ。あ、ほんと。さすがに。まあけど俺はまあみんないたから泣かないようにするタイプだから、まあ、ポジション的にヒューガって、ね、俺がさ、そこで泣いたら閉まんないやん。まあ、閉まんない会社が、うん、会社が緩むでしょ、うん、なんか俺まで泣いたら。なんかちょっと龍馬いいやつやなとか思いながらもうすぐお酒飲んだけど、え、多分ね、その日結構熱い飲み会だったから。あ、そうなの。うん、すごい盛り上がってたんだよ、楽しげな方に。けど勝手にその楽しいみんなを見て泣いてる龍馬だったから、それも可愛いやん。龍馬楽しいの嬉しいんだなと思うと俺も嬉しいし。いや嬉しいよ、裏方が楽しそうにしてるのが一番嬉しいと思ってしまう。本当に最近俺も一番の喜びだ。本当だから何でもしよう、何でも食えってなっちゃうよ、どうしても。で、常にさ、あいつらのスタンスとしては俺らを支えたいっていうその気持ちがさ、ずっと変わらないやん。
ちょっと舐め始めて俺は落ちてきたりするもんだと思うけど、まあ、そこを結構やっぱボン、乙部を中心にやっぱもっとこうしよう、ああしようみたいなのをあいつらだけでやってくれたりするから、でもね、マジすごい裏方として本当にね、優秀ですよね。まあ、本当よく舐めないよ。俺らも別にさ、舐められないように殴ったりするよとかもさ、うん、普通ありえないよ、俺らの中で。俺らの偉い顔もしてないよ。うん、でも舐めないのが偉いよね。あ、で、これコウタが言ってたんだけど、うん、先輩たちより働いてる人見たことないんでって言ってたね。うん、僕たちが気を抜くとか僕たちが手を抜くみたいなのって、その自分たちより寝ないで頑張ってる先輩たちに対する失礼あり冒涜であるから絶対気は抜かないですって言ってた。なるほどね、まあ、ちょこちょこ裏方同士の先輩にタメ口出ちゃうけど、コードットっていう人間にはこうリスペクトを置いてるから、そこよりは自分は働いてないんでっていうところでやっぱなんかあるって言ってたよ。だから本当にイメージで言えばまあ部活だね。優しいけど尊敬できる先輩であるのがベストで、それで今のところいられてる気がする。まあそうね、最近は先輩苦手なあっちゃんも先輩してるところで見たら、うん、こうニヤニヤしながら、そうなんだ、頑張ってんだあっちゃんも。いや本当ね、不器用だよ、不器用だけど、あれなんかアマゾンでマッサージも行きますかみたいなちょこ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 しながら、昔までは一人で隠れていくようだったあっちゃんに、ね、なんか踊るがまた新しいキックされてたんですよ。それどうしたのって言ったら、ゆうたがロケ同行した時に疲れたのって買ってくれたんだよ。1回飯行ったら誰か泣くぐらい熱い会社ですよ。なかなかないと思う。すごいね、会社でありつつ部活でありつつみたいな、それぞれのいいところをやっぱちゃんと取って、会社として仕事をするし部活みたいに熱いしみたいなところで、なんか不思議な感じですけど、うん、キモくて臭くて結構ですよって感じの会社だけど、うん、いいですね、楽しいですね。いやだからまあ責任感もあるよね、うん、こいつらの楽しそうな姿をずっと見ときたいと思うから、ね、うん、やっぱだからなんかちょっと炎上しちゃったりして心配そうにしてる裏方見ると面白くない。そうなんだよな、そこなんだよな。俺らがやべえって顔しちゃいけないんだよ裏方の前で、うん、いつでもそう大丈夫だよって言っとかないといけないから。それそうよ、だってみんな人生をかけてる、文字通りかけてるからね。大学卒業してここにもう就職っていう形で入ってくれてるってことは、俺らが生半可なことはできないね。そんな感じです。まあ今の話結構良かったし、ね、まあ、それ飲んだら多分一気に来るぞ。バカだよお前、これ炊きますよこれやばっ。そう、それそうだ。あーまあ火はやばいかも、もうまた今まで一気に来たらマジでやばい。結構しんどいね。俺もあんまりやんないでね、一気とか。うん、ああなるほどね、はいはいはい。まあこの際だから世間に言いたいことありますかと来てますけど、まあ特にやっぱ俺とヒューガは言ってきてる方だよね。でも言ってきてる方だと思うけど、もちろん言わないこともあるから、うん、その言うことをかっこいいと思ってるわけでも全くないし、なんなら言わない方がいいなとも思うけど、我慢できないから言ってるっていう感情に近くて、これは別に作詞で言うわけでも作戦で言うわけでもなくて、うん、いやこれ我慢するぐらいならもう無理って思うから言ってるから俺毎回言う、うん、言うときはで、今日言っちゃおうかなと思ってさのがあるんだけど、うん、反感とかどうでもよくてもうもはやけど、メンバーがごめんって言ったらもしかしたらカットなんだけど、うん、スカイピース舐めてるやつマジうざい。ああそうね、コメント欄もそうですし、なんか最近その風潮というかね、そういうのあるよね、うん、いろいろあるだろうから、いろんなグループいろんなコンビみんな炎上するとか、ちょっとなんか小づかれるみたいなタイミングいろいろあると思うけど、やっぱ俺らが何かあった時とか、いろんなクリエイターが何かあった時とか、一目散に助けてくれる人たちでしょスカイピースって、がまあいろいろこうなんかあっちゃった時に助けに行く YouTuber っていうのもあんまり今俺は 目にしないから、別にそれは悪いとも思わないけど、まあ、そこは最悪いいとして、わざわざこう騒ぐ世間はもう本当俺見てられないっていうか、スカイピースが何か やってしまったっていう時に、別に俺はやってしまったとも思わないけど、やってしまったって時に、この間までなんかスカイピース大好きで YouTuber のヒーローとかめちゃくちゃコメ欄になってたのに、それでバーンひっくり返ってなんだかんだ言ってるの見ると、まあ、腹が立つってもあるね、うん、世間の風潮、まあそんなことしてないよとか今見てる人は思ってるかもしれないけど、そういう人がいたの聞いてくれると嬉しいけど、結構いるんだよな、うん、まあ、俺らからしたらやっぱスカイピースは本当に世話になってる先輩だからさ、こ
この発言がスカイピースが嬉しいとかそういうのは分からないし、そういうのも考えずに言ってるけど、スカイピースが嫌かもしれないけど、もしかしたら、うん、シンプルにイライラするね。やっぱ好きな先輩がああだこうだ言われてるのを見ると、あの人たちが悪い人なわけないやんっていう、何を見てたの今までっていう、みんなスカイピースの、うん、何がダメなのっていう部分に突っかかりすぎてるからさ、全部そうじゃない、なんか一個の間違いというか、一個のこう世間からちょっとずれたことをしたときに、今までのやってきたことがさ全部帳消しかのようにさ叩くわけや、うん、例えばもう決定的ななんか犯罪をしてしまった場合、もう言われてしまうのは、まあ、表に出てる以上ね、もう背負っていかなきゃいけない責任だと思うんだけど、ほとんど今起きてる炎上とかって個人間の問題ですで済む話だったりするのよ、うん、けどそれをね世の中に公開してるから視聴者の人にも言う権利はあるっていう気持ちももちろん分かる、うん、けど言い過ぎる風潮は絶対にあって怖いよ、うん、だってお前スカイピース見てなかったやろみたいなやつまでなんであんなこと騒ぐわけよ、うん、だってもともと見てなかったならさ、スカイピースが何しよう別にどうでもいいわけ、何がしたくてお前はそこの道を歩いてスカイピースのとこまで来たんですかっていう、まあ、スカイピースに限らず、スカイピースは今すごい普通に YouTube 楽しそうだし順調にやってるし、こんなの話さなくてもいいのかもしれないけど、やっぱなんかあのこうだ言われてるのを見てずっと黙ってるのは俺もいい気しないから、うん、ちょこっと言うけど、なんでだろうね、なんかそれまでさスカイピースがこういっぱいやってきた作り上げてきたエンタメでさ楽しんだ過去はあるわけや、うん、けどなんかなんでそこまで言うかっていうぐらいさ攻撃をするわけや、うん、もう人として終わってるとかさ、うん、人格がもうダメだとか、うん、それはさ、まあ、スカイピースはねもちろんタフだし、まあ、コムドットももちろんタフな方だと思うけど、だからまだ活動続けてられてるけど、本当に全然こっからそういう風潮に潰されていくクリエイターとか芸能人の人ってたくさんいると思うから、いるよ、どっかで食い止めないとなぁと思うから俺らもこういう風に言ったりするけど、なんなんだろ、ストレスが溜まってるのかな普通に。いや溜まってんじゃない、だって本当に意味ないことをしてるわけよアンチって、うん、そもそも本当に理解できないの俺は、うん、もうそういやアンチする人たちの気持ちもわかるよとか俺は言いたくないから、うん、そんな気持ちわかんないからっていう、うん、その人に対してネットでわざわざ自分の匿名のアカウントを作るわけでしょ、で自分の名前バレないようにして自分より輝いてる人に対してこういろいろ向けてアンチを書いて、クソだろ死ぬだろ面白くないだろ打って送るわけでしょ、うん、で何か気持ちいいのかわかんないし、うん、それで何を快感を得てるのかわからなければ、この動画に対してその今俺のこの喋ってるのを見ながらアンチしようかなって思ってるその心意気がわかんないんで、うん、今もしアンチの人がもし見てたら、うんうん、で、こう言われても書くわけ、うん、すごいなっていう、いやもうほんと匿名性っていうことだろ、もう名前が見えないっていう最強の武装をつけてるから、やっぱそう攻撃的になれるというか、俺なんかこの間見たんだけどアンチコメントを書き込む人をすげえ全部裁判に起こして全部特定した人がいて、9割が中学生だったらしくて、うん、っていうのを見たんだけど、なんか納得できたんだよね。中学生の時ってやっぱまださ人格とかがさ形成されてないからさ、人に対して自分の学校で嫌なことがあったことを匿名っていうのでやっちゃったりしちゃったりとかってまあないことではないと思う、うん、それだからいいっていうわけじゃなくて、なんとなく腑に落ちたの、あそういうことかと、人間として完成してないからよしよしの判断がついてないと、だったらやっぱこれは傷つくしやめた方がいいっていうのをやっぱ言ってく人は絶対に必要だなと思って、いや必要だよ、学校に怖い先生いたらやんなくなるよ、うん、それと一緒、俺らは割と言う方だからさ視聴者のみんなはこのとか言われてたらすごい嫌な気分になるからさ、だから俺らはそういう気持ちを汲み取ってここはこういう風に思ってるよっていうのは発信するわけや、まあ、シャネルもそうだし、まあ、ユーマとユータのバスケの件もそうだけど、別にね何も言わないからって何も思ってないわけじゃない、俺らも感じることは感じるしタフな方だからうまく収めてるけど、まあイライラもするし傷つきもするし、ただなんかそれが先輩に対して自分たちの量をはるかに上回る攻撃を受けてると、まあいても立ってもいられないよね、これ正義感とかかっこつけたいとかそういう次元の話じゃない、普通に友達が嫌なことをされてたらやめろよっていう、いやそうだよ、だからこれを表で言ってかっこつけてるってことじゃなくて、ここで言うことに俺は意味があると思うから、うん、
それをじゃあスカイピースに電話して大丈夫ですかっていうのももちろんいいし、絶対気にしなくて大丈夫ですよっていうのももちろんいいんだけど、それをこう発信力を持った上で俺はこれを発言しない方がこのだったらプラスだと思うよ、だって別に何も言われてないし、これを言っていいことは別に特には起きないだろうし、むしろそのそいつらがこっちに飛んでくる可能性もあるけど、そういうのじゃなくて言いときたいんだよね。もうスカイピースって友達がああだこだ言われてるのを見てると、いやお前おかしいぞっていうのを言わないと気が済まないっていう、そのただ、いやでもヒュー、これはもう言ってないとダメだよ本当に本当にダメだと思う。ダメでしょ。だからその俺らはいわゆる芸能人ではないわけだからさ、やっぱこう誰を相手にしてるかっていうと、この人のことを応援してくれてるみんなを相手に動画を撮ってるわけじゃん、だからテレビに出てる人って特定のことって言えないわけよね、いろんな人が見てるから。ただ YouTuber の特権としてやっぱ自分の思ったこととか考えてることとかをストレートに発信して、それを視聴者に伝えるっていうことができる媒体だからさ、俺らいるとか幸いにも。だからそこを失ったら俺はね YouTuber じゃなくなっちゃうと思うんだよ。テレビに出ようが雑誌をやろうが本を出そうがモデルをやろうが何をしようが、やっぱりファンの人がいてその人たちに言葉を届けるっていうところを貫いてる限り俺はね YouTuber。どんなに先輩がアドバイスで炎上には触れない方がいいよとか、なんだかんだこう優しいこと言ってくれたとしても、そういうのに喋れなかったり黙って殴られてばっかりで YouTube 続けてるんだったら、そんなの楽しくもなんともないから。そうけど楽しくもなんともないって気持ちで裏方まで仕事をなくすようにもしたくないから考えて喋ってるし、真面目にやってるけど、本当はね何も考えてなかったらもう今もうものすごい怒りたいけど、どうだってしないようにはなったし、もうしないですけど、だからこのファンの人はねこんな見たくないかもしれないから申し訳ないけど、もしあれだったらまず気にしてないし聞いてくれるんだったら聞いてほしいし、俺が言ってんのはよくわかんないこと言ってるやつらに言ってるだけだから大事だと思う。今コムドットのことが好きですごい見てくれてる人がいたとしても、もしかしたらその加害者側に回ってしまう可能性もゼロじゃないんで、絶対なんかコムドットのことをバーって言う人に対してめっちゃ書き込んじゃうかもしれないじゃん、コムドット好きっていう気持ちからね。全員にもう俺とヒューガにすらあるから、本当にゼロじゃないんだよ。全員にそのなんか匿名性を使って何かを攻撃するっていう可能性はある中で、全員が感じるこのなんか居心地の悪さというか、普通に居心地悪くない？だって考えてみればさ、まあ何でもかんでも言われる世の中で、例えばバーベキューで肉焼かなかったらなんだろう、どうでもいいとまでは言わないけどさ、言うことではない。現場にいる俺らがもし思ってることがあったら、え、言ったらとか言えばいいし、そこで済むわけで、別に俺らのも思わなかったらそれでいいわけで、それで教育が悪くなるわけでもなく、このバーベキューって焼きたくないなと思ってる人もいないし、わけわかんないことに対してちょこちょこ言うのが多すぎてるから今。そうなんだ。まあ俺で言うのはやっぱ YouTube 界のシャンクス的ポジションを今担ってるわけなんだけどこのくだらない風潮を本当終わらせに来てる。終わらせに来てるんだけど、そうね、終わらせに来たやつってさ、やっぱ飼い犬のパンチ1個もらうわけやん、剣そうね、ドンってやられるわけやん。うん、そうだよ。だから誰もやりたがらない。やりたくはないんだけど、本当はやりたくないし、みんなのことを考えたりしたらやりたくないし、3人が出さないでくれって言ったらもちろん出さないし、もしこれが出てたらみんなもそういう風に嫌だな、こんなのだと思ってくれたんだと思うから、やっぱり良くないよね。そうだから、まあこれをさ言うっていう判断を取った場合ってさ、俺ら何を優先したかってさ、チャンネル登録者でもなく、その世間からの好感度でもなく、俺ら納得感を選んだわけ、自分たちが納得してこの活動をやるっていうことを一番最優先に置いたわけ。俺ねそれをね潰しちゃったらね、この仕事をやってる意味がないと思う。それが一番長生きする秘訣だろうし、納得感を常に自分たちに得続けるものが、じゃないと、だってチャンネル登録も伸びないし、もう見てても楽しくないやん。なんか自分たちに納得いってない状態でずっと YouTube やってるやつら見てもさ、結局ね視聴者の人って本質見てるからね。そう、本質ね見てるんだよね。こいつらなんか仲悪いなとか、こいつらなんかもう YouTube 楽しくなさそうだなっていう本質を見抜いていくから、やっぱり人気のクリエイターっていうのは割と本当に本物だったりするんだよね。いや本物だよ、みんな本当にすごいよ、みんな YouTube やれてる人たち。なんかポットデで売れて稼いでとかそういうのじゃないんだよ、ちゃんと頑張ってんだよ。これさ、まあ話変わるんだけど、
どこまで入れてんだよ、バカ。大丈夫、大丈夫、俺も飲む、俺も飲む、俺も飲む。もう俺も飲む。けど別にこれはね、酒飲み今日借りて行ってるわけとかじゃないんだよ。だって冷静に編集してる時は酒飲んでないから。まあ確かに。そう。出してる時だから。うん。これマジ思うことね。芸能人と一般人みたいな差別化が日本って特に激しいと思う。それがね、すごい悪い風潮を生んでるなと思ってて、でこれどういうことかっていうと、どっちが悪いって話でもないんだけど、芸能人、一般人っていうのでくくりすぎてる。どっちも大変なことはあるし、悲しいこともあるし、嬉しいこともあるわけ。だからいわゆる芸能人の人はじゃあすごい人たちだって崇められるわけよ。で俺らも実際そうやってすごい人たちだなって思ってこの業界に入ってるし、今会ってもやっぱすごい人だなって思うけど、その人もやっぱ会ってみたり話してみたりすると本当に人間なのよ。イキリーでもなんか調子乗ってるわけでもなく、あ、本当に人間だし、一人の人としてやっぱ仕事に向き合ってるんだなっていうのを思うし、俺らも実際じゃあ人の前に立ってこうキャーって言われる立場になって思うけど、やっぱ裏側は大変だったりとか、本当にうまくいかない日があったりとか、もうマジでうざいだって思うことがあったりとかすることがあるし、今でも大人に怒られることはいっぱいあるわけよ。でそこでみんなに言いたいのはやっぱ変わんないんだよ。本当にやってる仕事の内容が違うだけ。俺らの言葉の責任が事務職をしてる人とかサラリーマンをしてる人よりも重たくなってしまうのは仕事上、それはしょうがない。俺らが背負っていかなきゃいけない責任だけど、言われた言葉に対して感じる感情っていうのは同じなんだよ、本当に。じゃあ土木の人でもアナウンサーの人でも YouTuber でもみんな死ねとか消えろとか言われたら嫌なんだけど、あまりにもこの日本の風潮で芸能人、一般人で分けすぎたために、一般人が芸能人に何を言っても傷つかないだろうみたいな風潮がやっぱ出来上がっちゃってるから、それってやっぱ週刊誌が芸能人を撮ってあげたりするの OK みたいにしちゃってるよ。それが何をしてもいい風潮を作ってる理由だなと思ってて、それが俺は嫌だから YouTuber の裏側というか俺らの本音でやっぱ YouTube に向き合うようにして、でそっからなんか視聴者のみんながさ、あ、コムドットも頑張ってるから頑張ろうっていう、そういうポジティブなさ風潮に変わっていってるやん。そういうのを日本全体で作っていければ変わっていくと思ってて、俺ら1グループが、ね、これを言ったところで何言ってんのこいつだと思われるかもしんないけど、でもこういうのが大事だと思う。変えれる立場に来たから言ってるから、ね、ああそうだね。だって1万人ですってなったら俺はこんなこと言わないだろうし、そもそも叩かれたくないだろうし、で叩かれて気づいて嫌なことあるんだな有名人ってとか、で逆に学校で悪口言われてる人とかも嫌なんだなっていうのはやっぱ思うから、でこう発信したのが多いすごい人数が見てくれるっていう時点で変えやすいから、俺らの人として。そうだ、日本を変えやすい人でもう多分いろいろ変えてきてるし、実際に、実際に変えてきた中でこれは変えなきゃいけないだろうと思って言うから、言うときはだってよくないやん。よくないよ。わかるよ。わかるよ、絶対みんなわかってるはずだ。分かってる。こんなのよくないって絶対わかってる。特にいいコメントとかくれてる子たち、今日コメ欄にこう見ましたとか、そういう子たちは本当全員わかってるんだと思うよ。もうその中でも俺らには書かないけど他には書いちゃうとかで、今心当たりあったらやべって思うんじゃなくて、あ、ダメだったなって思って今日からやめればいいっていう、多分それだけだし、別に過去のことで犯罪になって捕まらなくてもなければ、もう怒ってくる人見ないバレないからさ、だからもうバレないうちにやめときゃいいや、もうそこまで言わないし、やってたことに対して、うん、過去のアンチに文句言わないから、これ昨日叩いてた人でも今日いいコメントしてくれたら許すっていうか全然別にいいから、治るんだったらもうそれでいいし、それぐらいもう分かってるんだろうから、アンチの人も自分が今日良くないことだってイライラしたから書いちゃってるなって思ってるだろうし、多少は、アンチも人間だからさ、逆に言えば有名人も人間だからやめてくれって思うけど、アンチも人間だろうから嫌なことあるんだろうけど、書く必要はないからさ、ストレスの吐き口を変えた方がいいと思う、間違いなく。そうなんだよ、本当にみんな同じだからさ、俺らはみんな同じだから、俺らって大衆居酒屋で酒飲ませるよとかそういうこと言いたいわけじゃなくて、みんなうまくいけないってあるやん。贅沢させろとか、ディズニー行っている時に話がいてくんじゃねえとか、そういうことを言ってるわけじゃなくて、人に対してキモいとか死ねとか、その面白くないとか、わざわざ余計なことを言わなくてもいいよねっていう、その最低限の話をしてたり、それがなくなればいいだけなんだよ、あんな話。自分の友達に言うと、なんかってさ、お前気持ち悪いから死ねよってさ、マジでこう言って LINE したりもしないんだよ、それでいいけど、それと一緒やん。お前の友達と俺ら一緒だよ、もし間違いないんだったらお前の母親と俺ら一緒だよ。だから、自分の母親のインスタの DM にさ、お前気持ち悪いから早く送ってくれないよ、それでいいよ、それでいいよ、同じ考え方でいいじゃん。
これでさ、ゼロになるとは俺らも思ってないから。本当じゃあ、3人やめなきゃいけない、うん、ぶっちゃけ。そうね、アンチの人に普通に生活してたら会えないし、伝えられないからさ、SNS やったら。けど伝えれるから、もう今日3人やめりゃいいし、明日もう1回行って10人やめりゃいいし、それでいいの。なんか、それでも少なからずダメージ入るわ。だからいいし、これで増えるんだったら悔しいけどね、これは。そうだね、みんな頑張ってるでいいんだよね。 YouTuber だから頑張ってるだって思わないから、社会人も辛いですけど、俺とも見ることは分かってる、うん、もちろん分かってるし、で、それを辛いって発信したのが YouTuber なだけで、それを発信をするっていう仕事をしてたからしょうがないことで、別にいいやん。もし嫌な気持ちになったんだったら、俺の方が忙しいしって思って、酒でも飲めばいいし、タバコ吸えばいいし、友達遊びに行けばいいし、友達と愚痴ればいいやん。最悪 YouTuber 忙しいって言ってるけど、うちらの覚えるのがきつくないでいいやん。わざわざそんな人にぶつける必要はない。そうなんだ。だってその社会人に YouTuber が悪口言ったわけじゃないでしょ。うん、なんか俺らさ、最近わざわざさ、めちゃめちゃ忙しいですっていう発信をさ、してないの。これ、俺らの中でも、なんかちょっと考える部分があって、私たちも忙しいっていうコメントが来たときに、なんかその人たちに対してね、せっかくこの人の動画を見て、楽しみたい、面白いって感じたかったのに、なんかネガティブな影響を受けてるわけや、そう思っちゃうってことは。そこは俺らも考えてて、だから今日これ言えたのすごい良かったなと思って、俺らが忙しい、きつい、けど頑張れよ、俺らは。その姿勢から、この人たちも同じ人間だけど、頑張ってるな。私も頑張ろう。俺もやってやろうって思ってくれたら、一番いい関係だと思う。うん、その寝てない自慢とか、そういう次元にはさ、俺はいないからさ。けど、それを自分たちで選んでるからさ、それはもうやらさせてもらいますけど、そっからなんかポジティブな影響をね、与えられるようになったらいいなと思って、それぞれいろんな仕事をしたりして、アプローチ方法を変えたりしてますけど、まあ、やっぱ一番の本拠地はこの YouTube なわけで、この最近の風潮はね、ちょ、ほんと食い止めないとやばいことになるぞ、日本やばい。で、俺もそろそろやばいなと思って、今日こうズカズカ出てきたわけ。喧嘩したくないよ、俺も、うん、喧嘩するつもりもないし、アンチの人と戦いたいとかもない。別にアンチを敵だと思ってるわけでもないし、アンチの人は少なからず何か悲しいことがその日にあったからなんかやるんだろうから、そもそもそんなに攻撃的には思ってないもん、俺も。この物議を醸す話題ではあるから、まあ、俺らも あえて言ったっていうか、もう言わないとな、気が済まない。だってよくないんだもん、こんなの言うの。どうせだってここの部分切り抜かれて、こいつら何言ってんだ、カッコつけてんだってなるわけでしょ。で、酒飲んで喋ってるのになる。俺はもう飲まなくても喋ろうと思ってたし。酔っ払ってないってことでしょ。酔っ払ってないことはない。飲み足りてないってことでしょ。これはエグいよ、これ。エグい、これ舐めたら。いけっかなと思ったんだよ、俺飲んだ時。いや、全く箸が進まなかった。まったく。今言いたいこと言ったしな。飲みますよ。いや、また無理だよ、帰ってくれます。ただいま。いや、ただいま。無理でしょ、これ。えぐいな、これ、ね、どんな家で少女も帰ってくる。絶対無理だよ、これ。ちょっと半分寝よう。うん、つまんない話いっぱいしてごめんね。響く人に響いたらいいな。うん、面白い部分を見たいとか思ってくれたら申し訳ないけど、もし好きだったらちょっと本当にさ、ちょっと角が立つかもしれないけどさ、俺やっぱ YouTuber ってそういうの言えるポジションだからこそ、友達がなんか困ってた時ぐらいは発言してもいいんじゃないかなって思うんだよね。俺ら今スカイピースだから言ったし、うん、俺らよりちょっと距離の遠いところでなんかすごい理不尽なことを言われてる人たちっているわけや、うん、そういう人がいる時に、お前は普段めちゃめちゃ仲良くしてんだからなんか言ってやれよって俺は思っちゃう。いや、思うな、確かに。なんで何も言わないのと。本人が言えないのはわかるけど、横にいて毎日一緒に遊んでるお前はなんか言えるやろって、俺はクリエイターにすらちょっと思ってしまう。なんか言うことはできるやん、そのセンスで。本来悪いのはもちろん言う人たちだから、クリエイターが悪いわけじゃないけど、うん、クリエイターの人も守りに入っちゃう世の中になってんのよ。昔まではさ、ガーって守りに出てくる人とかもいたと思うし、見てて、うん、でそういうのも俺いいなと思ってたし、 YouTube 見ながら、うん、かっこいいなとか、こういう友情いいなと思ってて見てて、で今はやっぱこう入ってっただけでさ、バーって巻き込まれるでしょ、うん、入ってったとかももう良くないんだけど、スカイピースにとかね、良くないんだけど、こう騒がしいところに入っていくとどうしても巻き込まれるってイメージがあるし、もうやっぱみんな叩かれたくない。もう何言っても叩かれる。またこれも切り抜くんでしょとか俺らも言っちゃうやん。この世界が良くないんだ。俺がここで切り抜かれるって思って喋ってるこの思考になってる日本が良くない。いいことを広めていけばいいやん。あんたらに何言われたって俺は変わんないし。俺はね、断片的に判断しないでほしいっていうことを言ってんだよ。
この日はこういう日だったのかもしれないっていうのを過去とかその後の行動とかを加味した上で判断してほしい。その時の一瞬の行動だけでそいつの行動を叩くのは俺は最悪許すけど、人格を叩くのは旗もおかしい。人格まではよくない。だってその人が築き上げてきたんだもん。例えば27年とか23年とか。23年を否定されたことはありますか？ないよ。ないよ。すごい嫌な気持ちになるんだ。本当にそうだぞ。俺だってめちゃくちゃ腹立ってんだからな。けど、うん、まあ、いいでしょ。いいよ。言われることあります？言われることあるよ。あの、やっぱ生きてはいるから、メンタリティもポジティブだし、うん、俺も発言は前向きだからさ、うん、そのネガティブなアンチの人たちとかからしたら感じ触るのかわからないけど、ガッて来られる時はあるけど、まあ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 、お前ら何やってんだよって思いながら、うん、まあまあ俺は言い返さないけどなっていう、そう、なんかまあ、それ保つみたい、勝ち誇ってやってるけど、うん、ムカつきはする、そりゃ黙ってろこの野郎って思うけど、言わないですし、毎日毎日毎日言い返したら切れないからね。だから今、月1でも言わないよ、多分こんなこと。たまにこう、今もお酒も飲んでるし、なかなかないから、こういう機会は喋ったし、言ったけど、思うことは毎日みんなあって、で、アンチの人は毎日思ってる方は毎日書いて、いろいろあるんだろうけど、なんか思った時に、俺もグッと来られるし、みんなもグッと来られてるからさ、アンチのやつもさ、こいつうぜえなと思って、グッと来られてよ。悪口は褒めることをグッと来られることはしなくていいよ。好きとか、うん、プラスな思考は止めなくていいけど、マイナスな思考にストップは必要だよ、やっぱり、うん、どうしても。まあそうだな、俺らみたいなポジティブ人間からするとこの風潮は簡単には変わらないっていうのも俺は分かってるからさ、うん、けどなんか単純に全体的に作り上げてきてしまった風潮だと思うから、なんか俺らがせっかく影響力を持って、しかもこう、まあ、使命感じゃないけど、ここがやらないんだったら俺らがそのポジションをなんか矢本に立って言われてもやってやってもいいなって思うぐらい、これ変えなきゃいけないことだと思うから、ね、こう言いましたけど、一番今変えれるか変えれないかの瀬戸際だったんだから、ギリだね。戻ろうぜみんなで。これ以上俺らが上に行って綺麗にやったら言えなかったよ多分。そうだね。俺も我慢してただろうし、上の人に言われて我慢してたかもしれない。今まだ俺の力で言って跳ねのけれると思ったって。ギリギリです。ギリギリ言ってるから、ってことで本当はやめようぜだけでいいんだけど、わかりやすく言ってやめましょう。はい、ってことで、まあね、視聴者の人がくれた質問に答えてるわけですけど、やっぱ視聴者の皆さんから世間に言いたいことを聞かれまして、次はやっぱファンの人たちに対する気持ち、うん、聞きたいっていうふうに言われたんですけど、うん、まあちょっと雰囲気は変わってしまうけど、うん、本当に感謝してるんだ俺らは、とんでもないぐらい。してるしてる、めちゃくちゃしてる。特にやっぱそのし始めたって言ったらあれだけど、形にし始めたのはやっぱ去年の炎上でみんなが支えてくれた時からで、まあ俺らがやっぱ、まあ、今考えても良くなかったな、影響力を持つ立場としてやることじゃなかったなっていうふうに思うんですけど、まあ相当やっぱ勢いガンガンできてたから、言われることがすごくて、言われる量もすごかった時に、それでもなんかこうね、待っててくれた人とか励ましてくれた人とか、ダメなことはダメって注意してくれた人がいるっていうのを知って、あ、この人たちを裏切ってはいけないんだなっていうマインドにリアルに切り替わって、それまではやっぱなんかさ、すごい反骨心むき出しだから、もう俺らの言うことに違うだの間違ってるだの言うやつは何だろうと跳ねのけて突き進むぜみたいな、やっぱ当時はそれでよかったけど、やっぱあの200万人っていうところが俺らの転換と、あそこでうまくこう大事なことに気づけたから今300万人を達成して400万人を目指してて、応援してくれてる人がたくさんいるっていう状況だと思う。もうほんとね、でかくなればでかくなるほどね、ファンの人の大切さを実感するというか、芸能人の人がいるさ、ほんとにいつもファンの皆さんの応援のおかげで頑張れてます、ありがとうございますっていう言葉、俺はうさんくさいと思ってた正直、けどほんとにありがたい、ね、ほんとにありがたい、ね、なきゃ生きていけないんだもん。アキレス腱だから、うん、あの人は綺麗だから歩けないですから俺ら。そう、俺は何を頑張ってもそれを見てくれる人とかすごいねって応援してくれる人がいなかったら、まあ、この活動は何もできない、何もできない、何もできない。だって何しろ意味ない、こんな動画出したって意味ない。このドットをこうガチで好きって言って広めてくれたり SNS バンバン上げてくれる子はマジで強いし優しいなって思うね、うん、まあ、俺らは嫌われてる部分はすごいあって、まあ、いろんな方面からこの人がなんか仕事しただけで叩かれるようなグループではあるから、
それは多分俺らこうガンガン言ったりするところも含めて嫌われてたり、なんだこいつらって思われてたり、炎上の名残があって嫌われてるって部分があるのに、思ったら本当に優しいんですとかさ、思ったらいい人なんですとか言うのって、俺らが例えばスカイピースをカバーのと同じだと思う、うん、うん、SNS で戦ってるわけで、みんなはで、それに対して俺らをいい人って言ってくれるのはいいし嬉しいけど、それに来たアンチと戦わないでほしいっていう気持ちはあるけど、あ、なるほどね。そこは最後俺がコメント欄に行くよ、あの見つけたら、もうこの戦争終わらせに来たっていうあのコメントだけ打つから、ヒュンクスだね、ヒュンクスが来るか、バイヒュンクスっていう感じで来るから最悪そしたら俺に飛んでくるだろうか、それはそれでよくて、もう戦いじゃなくて守ってくれる、守ってっていうのもおかしいけど、男がけど守ってくれるのはすごい嬉しいって思うから、守るだけで戦わないでほしいなと思うね、みんなに。そうだね、みんな戦おうとしてくれるからさ、優しすぎて、優しさのあまりちょっと俺らのせいもあると思うけどね、このなんか戦いスタンス、やっぱその好きな人に似るやん、彼氏でも母親でも先輩でも好きな人に憧れるからさ、でもこうだと好きでいてくれてるからファンなわけで、だからやっぱこう何でも言うし言い返すのがかっこいいからついていくとかもあると思うけど、そんなことやんなくていい、俺も嫌だもん、本当は本当はやりたくないんだもん、だから本当はやりたくないことをファンの子にはやってほしくないし、やっぱこう何かあったら助けたいなって思うからこう頑張ってやったり、この世の中嫌だなって思うからやるし、けどそこまでやんなくてもいいからさ、守ってくれるだけで嬉しいし、支えてくれるだけでありがたいですね、その分俺らがやるから、そう、みんなにやってほしいことと俺らのやるべきことっていうのはちょっとだけ違うから、好きなだけ好きでいて、それをなんかいろんな形に変えてくれたら俺ら嬉しいね。イメージ俺らがこうやってるとこ後ろからこう、そうそうそう、頑張れ頑張れってやってくれれば、そう、みんなさ、たまにこう俺らこうやってるの後ろからこう出てきてくれるとき結構強いんじゃないみんな、そう強いから、そうやってやっちゃうとさ痛いじゃん自分も、うん、殴ったら痛いから攻撃することは自分も、俺らもだから攻撃はしないやん、アンチの人とかにやめてって言ってるだけで、代表して言うから任せてほしいな。すげえんだよコムドットのファンって、マジで俺はほんとコムドットが日本一の YouTuber だと思ってるから、やっぱねコムドットに対して、まあ、面白くないとか応援してるセンスないっていうコメントを見るためにマジでこいつセンスないなって単純に思う、うん、本当に。だって俺は一番好きな YouTuber だし一番面白いと思うし一番かっこいいと思う YouTuber だから、それを応援してくれてる人を大切にしたいと思うし、そう思ってない人たちをファンにしていくっていうか好きになってもらうっていうのが俺らの仕事だなっていうふうに思うから、世間の認識と俺らの認識のズレを埋めていく作業だから、なんかファンの人は信じ続けてほしいというか、大丈夫、俺ら面白いからかっこいいし日本一の YouTuber になるから、なんかそこは外の人がそんなことないとか無理だとか言うたびになんかみんなの感情をぶれるのが俺はすごい悔しくて自信を失っていくのが嬉しいね。俺らは絶対ぶれないからさ、何言ってんだこいつと、センスないなお前がって思うから全然いいんだけど、やっぱファンの人は1個のコメントでさやっぱ左右されちゃうやん。なんかあった時は俺らの言葉を信じてほしいなっていうのをすごい言いたくて、全然大丈夫。そうだね、だからもう申し訳ないよ、これだからコムレンジャーとか言ってくるやつらいるわけやん、うん、それはもう俺らのやり方とかもあって言われてるだろうけど、うん、これだからコムレンジャーはって言ってるやつがキモいからね。そう考えて大丈夫、大丈夫なんだ、だっていいやん人のことを応援すんの、別にやっぱコムドットのファンはやばいなって言ってるやつがやばいやん。やばい、普通に考えればわかるよYouTube をしてる人を好きでいてコメント欄で好き好きって言ってて、うわコムレンジャーが降りてきたとか言ってるその芋臭いやつがやばいやん、普通に芋臭いやん、そういうやつがそれにいいねをさ3000、4000つけてるその4000人が芋臭いやん、そういうやつがキモいやん結局。そう、うん、だからいいのよそういうやつは、まだチビなんで。こんなんだから俺が街中で会ったら日向君だって感じなんだよ本当は。本当はな、うん、でそれでヤンキーで、それがめちゃくちゃヤンキーなのめちゃくちゃ強いやつで街中でも会ってうるえって来たら謝る俺戦えよ、ごめん、謝れよ、もうやめてマジなるけど俺は喧嘩しないから、うん、だからその程度の人たちがやってるし言ってきてるし、コムドット好きでコムレンジャーのアカウントを作ってくれてるっていうその前向きな姿勢がそもそも人間として素晴らしいから、そういう人たちにこんなアカウント作ってるとか言ってくるやつは人生でキモいし楽しくないや普通に、人の楽しいこと文句言うのって。そう大丈夫だよ、俺から言えるのは本当大丈夫、まあ、俺らを応援してたりとか押してたりして間違いないから、もう見たら分かるやん、バイタリティ自信すごいから
自信はすごいね。いや結構ウケるでしょ、やっぱこの感じで2人でやっぱガウン着てカメラに堂々とやっぱこの喋り散らかす、ガチキレしてるから、そうガチキレしてるから喋って日頃思ってることを喋り出すの止まんねえぐらいなんだ今の日本。そうけどそれをやっぱ堂々とできてしまうぐらいやっぱ気も座ってっからさ、俺らは全然大丈夫。外野で何か言ってるやつに何か言われて変わるようなやつらじゃないよ俺らが。何か俺ら変わることがあるとしたら、ファンの人が俺らに何かを言った時だね。俺は変わんなきゃいけないって俺らが思うのは、まあ、俺はメンバーか親かファンが何かを言ってきてくれた時だから、それ以外全く何も気にしないから本当に。だから言っていいよとは言わないけど、俺気にしないから、ファンのみんなも本当に良くない時は言ってくれてもかもね、ファンのみんなも全然反応しないでいいし気にしないでいいし、好きなだけこの好きな気持ちをぶつけてもらって構わない、でそれを期待に変えてもらっても構わない。俺ら最強だからとか言えた方が楽しいやんって思って言ってるからさ、そんな恋しい人たちはこいつは違うかもしれないこれいやいないでしょ、だってこんな YouTuber でいないってこんな人たちがいないわこの世の中に、この日本に。こんだけこう俺らだ俺らだ俺らが地元の田舎から俺らは這い上がるんやって言ってさ、見事に這い上がってこういろんな仕事を見事にこなしてるやつ俺らぐらいしかいないでしょ。なおブチギレるしもうやめた方がいいっていうのは分かるんだよ。そう本当はね分かる、もうそんなやめた方がいいんだよ、うん、けどダメなんだよ、うざい、もううざいね。そんなコムドットが多分みんな好きでいてくれてると勝手に思ってるから、もし違ったら教えて、違ったらごめん修正する、こんな怒ることじゃないとかあったら教えてコムレンジャーは叩かれても全然大丈夫からやめて、留学とかあったら教えてそしたら俺やめるから、一番恥ずいね。俺は分かるからさ言葉を、うん、好きな人がこう言ってきた言葉を守るし、だからバスケの動画今日出たんですけど、うん、留学体力なさすぎてさすがにっていうコメントが募ってたんで、さすがにへこみました。俺体力やっぱなさすぎるよねって思うから、俺はそれに対して、いや俺の体力はなくてもおもろいからええんやとか思うタイプでもないよ俺は別に。俺の好きな人たちがこう来たコメントはめっちゃ見てるちゃんと。それはマジなんだ、信じてくれ視聴者のみんな。ちゃんと受け取ってます。俺らほど YouTube のコメント欄にいいね押すやつらはいないだろ。いないでしょ絶対死ぬほど押すぞ俺見てるし全部コメント、だからこそ刺すコメントは見てるぞ。あ行ってきたなこいつ悪いなとか思うし、なんだこいつって思う時もあるし嬉しいなって思う時もあるし、で感情の起伏をいろいろ激しくコメ欄見ながらやってるから毎日楽しいよ俺は逆に。うんまあそうね、あこういう人もいいんだこういう人もいいんだ嬉しいなって思ってるから楽しい。逆にね俺それをやめたらねコムドットはダメだと思うね。なんかそのやっぱ視聴者っていう俺らのコンセプトというか俺のイメージなんだけど、クラスの中で男がクラスの端っこに集まって、まあ、ふざけてるんだけど、ふざけてるんだけどクラスのクラスメイトの目線を気にしてるイメージなの。うんコメ欄を見るっていうのがね。そう女子はどんな顔して笑ってるかな、好きな人はどんな顔かなとか、なんか体育の時のペアのあいつを笑ってるかなみたいなのを見ながらちょっとふざけるみたいなのが俺らのコンセプトっていうか一番近い形。そうだよ、うん、俺らなんてなんかやるときは絶対見るからね。俺だってじゃあ例えば今ゆうたのことを笑かすネタをやろうって5人でいるとき思ったら言った瞬間すぐ見る、うん、言った今ゆうたっていういいパス言ったよねゆうたっていうのを見るし、それと同じ感覚でコメ欄を見てるから、うん、そう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 、友達が笑ってるかなって思う感覚でコメント欄って今日はどんな感じなんだろう、どれが受けたんだろうとか、うん、どういう言葉がみんなには響くんだろうとか、どれが嫌なんだろうとかでやっぱ人間性変えてってる部分もあるし、いい意味でね、うん、だからコムドットをやっぱりかっこいいとか人として憧れるとか言ってくれるけど、作ってる一つもコメント欄だったりみんなで見るから、みんなにこういろいろ変えてもらって、あここで怒るのってちっちゃいんだなって思って怒んない人になったりするし、確かにいろいろ変わって変わらせてもらってる部分があって、そうね成長させてもらってるね。めちゃくちゃ成長したぞ人としてこの4年間。めちゃくちゃ成長したな。もうどんだけど今なんてすごいいい人とか言われるけど、そんなことなかったからね俺別に YouTube 始めたってクソだぞ俺なんて。全員そうだよ、うん、全員もうほんとモラルも何もないしてこない、もう全然ダメ。別に全然イライラするタイプでもあるし、穏やかな方ではあったけど、そうでも俺ねこの、まあ、まとめるに視聴者のみんなに言いたいこととしては、コムドットの視聴者は
マジでセンスいい。いや、マジセンスいいね。マジセンスいい、マジセンスいい。俺らを応援するとか、俺らを好きになってくれる、俺らの動画を見るために時間をあげてくれる、そのセンスは、マジでセンスいい。マジでセンスいい。これに関しては、本当に、もうセンスがいいという言葉でしか形容できない。いや、これマジセンスいい。本当にセンスいいよね。センスだね。俺らが、いや、これマジセンスなんだよね。センスの話。そうよ。もう、俺らはやっぱ生きりだし、自信家だから、自分らのこと面白いと思ってるから、すごいセンスがよく感じる。そう、本当によくぞここにたどり着いてくださいましたっていう感じですよ。難しいんだもん。難しいよ、そういうことって、うん、こんな長々話してた時に急にこう上げてきて笑わせに来ようとしたりさ、意味不明ではあるやん。ユーマが喋んないのが面白いとかさ、うん、あっちが気まずいのが面白いとかさ、難しいやん。それを汲み取って、うわ今のあっちゃん気まずそうになっててコムドットらしいなとか、センスいい。センスだな。だから着眼点がすごい爆発してんだよ。観察力がある才能の塊なんだよね、うちのファン。そうなんですよ。本当にその他のクリエイターにはマジで申し訳ないんだけど、うちのファンはセンスがいいんですよ。他のクリエイターもいいんですよ、もちろん、ね、いいんですけどね。俺らはやっぱ自画自賛したいから、そうさせてほしいけどさ、お酒飲んでるし。そういや言われてるからさ、コムドットのファンはセンスがないみたいに言われてるから、あえてこの発信元から言わせていただくと、皆さんは本当にセンスがいいんです。めちゃくちゃそれに尽きる。いや本当だよ。だからセンスがないとか言ってるやつ意味わかんない。センスないはないし、まずセンスいいはあるけど、センスないはないから。別にその好きなことに対しての、何他の YouTuber 好きだったらセンスないって思わないもん俺ら。そうだね、本当そこに尽きるんです。だからもうそれだけを言いたいよ。ほんと皆さん、ほんと何も心配する必要がない。だって俺らから受ける影響はポジティブなわけでしょ。なんか頑張ろうって思えたり、面白いこいつだって思えたり、かっこいいなぁ、いいなって思えたり、もうポジティブなことしかないわけ。それをわざわざ選んで時間使って見てくれてるっていうのは先生いいなって思うし、そこに俺らも答えていかないなきゃってないと思うわけよな。だからすごい今んとこいい距離感でずっと YouTube 活動できてると思う。この視聴者のみんなとコムドットの距離感ってめっちゃ良くない？そんな遠すぎずも近すぎずもじゃない？うん、めっちゃ話しかける。話しかける。インスタライブでも話すし、そこをね、俺らは活動で一番大事にしていきたいと思ってるから、まあ、そこが変わりかけてたら教えて。前の最近ファンをおざなりにしてるぞと。なんかちょっと最近コムドットのそのガンガンな感じちょっと違うなって思ったら教えて。教えてくれたら軌道修正するからさ。この動画で俺が言い過ぎてたっていうコメントがいっぱい来たら俺は言わなくなるから2ヶ月ぐらい。そういうやつなんだよ俺。そういう感じなの別に。意外とね、俺別に頑固でもないし人のこと聞くし、けど信念は曲げないから、もし本当に嫌だと思ったら言うけど、基本的には聞くよ言うこと。俺は別にお母さんの言うことも聞くし。アムギの方が聞かないよ。そうだよ、アムギなんて聞かないよ。実はアムギ全然聞かない。俺なんか全然やべえやつって。あっちゃんは全然聞かないね。全然やべえ。どんなコメント来たってめちゃくちゃ腹立ってるあいつだもん。一番キレてるあいつが。けど言わない分優しいよ。もし意味わかんないしね、僕は。そう、頭おかしいなとか思ってるだろうけど、言わないからいいやつだよ。言うやつがいいやつでもないし、何でも別に何かが正義とかではないよ。自分の正義を貫いてるだけで、みんなに正義感強いと思われたいとかないから、俺らは。まあ、そうだな。俺らは俺らの正義を通したいっていう。そうだ、自分が気持ちく生きてたいから。気持ち悪いやん、我慢して寝たら。せっかくこう楽しい撮影しようと思っても、いや言いたいこと言えなかったなと思って寝たくないっていう、そのただそれだけだから。だからまあなんか優しく受け取ってくれたら嬉しいです。うん、そうね。まあファンの人に対してはそんな感じです。なんかこういう動画もいいよね。あ、もういいよね。ってことでですね、まあ、結構話してきたんですけど、まあ、残り2トピックぐらいかな。2人旅ですから、まあ、お互いの尊敬するという話題をねいただきましたので、せっかく取り上げんなお前そんな質問。やるしかないよ。じゃあ俺からかな。まあさすがに勝ち込もうかな。勝ち込まないときつい。結構きつい。だってこれカメラとヒューガと俺だからね。いやそうよ、マジで。今もう映したら笑っちゃうよ多分マジで。じゃあ俺から話すけど、なんでヒューガ君をコムドットに誘ったんですかっていう質問めっちゃ多かったの。へえ。なんか誘った誘われたみたいな話は結構してるわけ、うんうん、ヒューガは後から入って3ヶ月ぐらいでコムドットは5人になったわけですけど、ヒューガを誘った理由は何ですかっていう質問を受けた時にちょっと考えてみたの改めて。一番に思い浮かんだ理由が単純に楽しそうだからっていう、遊びに友達を誘う感覚に近い、うんうんうん、
ヒューガがいた方が絶対楽しいなって思ったから、ヒューガいてほしいって思うやん。かつヒューガのその一点集中みたいな、これだと思ったことに対するその情熱の注ぎ方の凄さをやっぱ友達として知ってたから、それをこのコムドットに向けてくれたら、このチームはとんでもないことになるだろうなっていうふうに思ったから誘いましたっていうのが回答。うん、でも本当にさ、めっちゃ普通な感じで誘ったくない？いや、めっちゃ普通だって。俺が家に行って、その日多分仕事なくて、で家の下に多分昼間ぐらいかも、もう午前中撮影してたかな。そうそうそう、で終わったかなんかで、今からヒューガンちゃんしていくからちょっと話そうぜみたいなの来て、で俺家の下にパジャマのまま降りて、どうしたみたいな、YouTube やってきたみたいな、何撮ったのみたいな、多分たわいもない感じで話してて、うん、でどうなの仕事みたいな、今日休みだって、多分普通にフラットな感じで話してて、そうそうそう、で Q は YouTube どうなのみたいな、多分言われて、楽しそうだよねみたいな、ほんとナチュラルな会話、そう、そこのナチュラルすぎるとこから急に Q は YouTube やろうよみたいなのがあったんで、多分飛んできたんで急に、そう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 、おおってなって、おーっと思ってやるか迷わなかったよ、うん、全く。え、覚えてる？覚えてる覚えてる。どんぐらい迷わなかったか。あった、やりたいわ、楽しそうだわ、じゃあもう今日ちょっと上司に言うわっていう、そのスムーズさ。そうだね、そんな感じだったね。ちょっと多少さ、やりたさはあった、その前から。やりたさもあったし、一番はやっぱ楽しそうだな、俺の一番大事にしてる感じを。やっぱ遊びに行けないのに嫌いやん、うん、遊ぶの一番好きで俺が、うん、だから俺が全員集めて遊んでて、うん、なのに俺が仕事で行けないのに楽しそうに仕事してやがるなっていう。なるほどね。俺から見たら遊びに見えてたからさ、仕事じゃなくて、はいはい、そもそもね、そもそも遊びに見えててけど YouTube は稼げるってなんか思ってて、うん、そこの根拠は分からんけど、まあ遊びに行きたいし、俺がこの仕事辞めて別に、今別にお金めちゃくちゃ稼いでて意味がそこまであるかどうかって言われたらそんなに感じてもなかったし、まあお金稼いでた方が得だなと思って、そこまで意味をなしてたわけじゃなくて、俺の中でお金がってなった時に、お金がなくなってもいいからずっと遊びに参加できる YouTube っていう職業は熱いなって思ったと同時に、お金も絶対稼げるなって思った2個がボンって入ってきたから頭の中に、うん、ほとんど理由がなかったっていう直感的にね、うん、そっから結構受けるのが、その時俺あっちゃんに2回ぐらい YouTube 同じチームでやることを断られてて、でヒューがとそれ話した時に、あっちゃんマジ必要だよみたいな、あっちゃん絶対いた方がいいみたいな、それも本当に遊びに誘う感覚、あっちゃんが遊びにいたら楽しいなって思う感覚で、あっちゃんは絶対いてほしいなって思ったから、電話で頼むから、あっちゃん必要だから入ってくれって言って、本当に天木君は口説き落とされてますから、うん、まあ、あっちゃんって人が増えたりすると羨ましいって思うタイプ。そうね、やっぱ俺とよく遊んでたから、うん、あ、ヒューガも入んの、うん、っていう感じもあっただろうし、うん、言ってたよ、ヒューガが入ったの結構出るかって言ってたじゃん、うらやましいっていう感じになるんで、多分俺って楽しそうにするからめちゃめちゃ、うん、で楽しそうなことめちゃめちゃ口に出してさ、めちゃめちゃ自慢するやん、うん、いや最高だよ、コムドットで今やっててってめっちゃ言うやん俺、うん、あ、その未来が見えたんだろうね、あっちゃんの中で。結局5人集まりましたからね。まあ友達っぽいよね、あいついるから行きたいとかも、うん、友達っぽい友達っぽい、まあその友達っぽいとこからやっぱ結成されたんですけど、まあやっぱその友達だけじゃさ、こういう風にいっぱいの人に動画を見てもらうことは難しくて、俺的にヒューガとのエピソードで一番やっぱ好きなのはやっぱ結構初期なんだよ。うーん、なんか俺とヒューガさ、特にさ根拠ない自信持つのがさ得意なタイプや、うん、今は何も持ってないけど将来は絶対こうなれるみたいな、そこに対して全くの疑いを持たないで突き進めるタイプ、うん、それってもう性格の違いだから、そう思わない人がどうこうとかじゃなくて、たまたまそのタイプ、うん、俺ら二人は。だからここは率先してこう引っ張ろうっていうのをなんか二人で話したよ、話した話した話したよ、うん、その点で言うとヒューガがいないとやっぱ俺一人だとさ少数派になってしまうというか、俺一人の力で絶対そのチームをその根拠ない自信だけで引っ張っていくことは無理だし、そこは結構マジで心強かったなっていうのはあるね。底辺時代のあの不安感といったらなくない？ないね。これを俺らがさ言うのはちょっと信じがたいかもしれないけど、マジで不安なのよ、うん、不安を抱えてないって言いたいんだけど、やっぱりヒューが仕事を辞めてるし、俺やっぱその大学っていういわゆる世間でいうすごいさ後ろ盾みたいな学歴みたいなものを一旦蹴っ飛ばしてるから、うん、
蹴っ飛ばしてこの YouTube っていうのを始めてて、うまくいかなかった時のことがちょっと違すぎる。やってることが結果に結びつかなかった時の焦りとかってマジとんでもない、うん、やばいかも。だからそれを俺らはやっぱさ外に言うことに昇華したい、うん、チャンネル登録何人目指しますとか、今年中に売れなきゃ人生オワコンっていう挨拶をしてみたりとか、うん、俺あれね、ヒューガーのね提案だった気がする、うんうんうん、今年中に売れなかったらマジで俺ら終わりだと思ってやろうみたいな。だからだってさ、会議で集まってさ、俺は周りの友達全員に売れるから見とけって強気で言ってるから、うん、みんなも言った方がいいよみたいな会議があったやつ。あったあったあった。ゆうととかあっちゃんとかゆうまも周りの親とか友達が全員に俺は絶対売れるから見とけって喧嘩売るぐらいの気持ちで言った方がいい絶対みたいな会議があって、うん、オッケーってやって友達にみんなものに行けるとか、あっちゃん大学の先生に言うとか、多分そういうのがいろいろあって、うん、排水の陣中の排水の陣を作ったんだよ、まあ、自ら、うん、で俺が全友達に言ってたのが、俺は 100% 100万人に行くから、その理由としては俺はもし行かないんだったら100万人行くまで全員に声かけてやるから、お前らが今俺のこと売れないって思ってるんだったらそれは 100% 数学的にありえないから俺は絶対に売れるって言ってたの、うん、全員に。俺は別に国語の話をしてるわけでもなくて、うん、その感覚的とかその科学の話をしてるわけじゃなくて、俺は数学の話をしてるから、俺が何人に登録したら何人が登録してるんだ、何人が見てくれるっていう話をしてるから、はい、俺が売れないは絶対にないって言ってた、うん、やつだから俺はものすごい自信があったし、もし売れなかったらって不安もあったけど、俺は絶対にないって思ってた、その確定があったから俺の推しの中で、うん、もう最悪俺はもう何百万人に来るで、うん、100万人行ってやろうって思ってたから、うん、何十年か言ってたね。それは結構デカだったね。まあその声かけは有名な話で、やっぱりヒューグが結構先導してやってくれてたから、やっぱその本をさ俺が出したりとかさ、俺がやっぱ真面目な話とかするからさ、ほぼほぼの戦略をまあ俺が決めてるっていう風にみんな思うかもしれないけど、割とチームが決めてることがほとんどで、まあ、結構突飛な案というか、今までうまくなんか状況打開してる案を出してくれるのはヒューグが多くて、それこそなんかラファエル野球券をなんか TikTok に上げようみたいに言い出したのヒューガだったりとか、声かけしようっていうのヒューガだったりとか、なんかそこら辺のなんだろうチームが凝り固まった時に結構打開してくれるのがヒューガっていう印象なの俺からすると。だから俺からすると気持ちが楽なんだよね。なんかヒューガがなんか出すとか、なんか俺今でもさ、まあ、基本的にバンって考えててなんか困った時ヒューガについて投げる、で結構割とそこで解決してバッて前に進む。だそこが俺的にすごいやっぱ頼ってる部分であって、今までの状況を何個こう打破してきたかっていう、でもちろんピュアだけじゃなくてユーマがこここれがいいんじゃないですかって言ったことで打破してることもあるし、まあもちろんユータとあっちゃんが言ってきてることで打破してることあるんだけど、やっぱその数がやっぱピュアが多いかなっていう印象があって、俺が助けられてるというよりやっぱチームが助けられてる部分っていうのがあって、そこがね俺ちょっとなんか世間とのズレでちょっと気持ち悪い部分なんだけど、やっぱヤマト君はすごいこのチームを考えてて戦略を練っててっていうのが走りすぎちゃってて、そうでもないからっていうのを言いたくて、結構マジでみんなマジで優秀なうちのチームの人はみんな考えてるし、みんななんか結構ねこここう突破しようぜみたいなのを意見出せる人だから、もちろんそれは違うんじゃねみたいになってなくなるのもあるんだけど、やっぱ採用されてるのは結構みんなの意見になったりとかして、みんなで決めて進んできてるからこそ打破できてる部分であると思うから、一強ではないっていうのがやっぱこのチームの強いところじゃん、うん、5人がいやそれはダメじゃねっていうその全部の資格を埋めつつ頑張って考えたことでこう成り上がってきてるっていうのが楽しくて、そうね、うん、まああとそうこれは俺が普段から思うことなんだけど、やっぱねヒューガーはね優しい、優しいっていう言葉は割と褒め言葉で使われがちだからあんま使いたくないんだけど、俺からするとまあ俺がやっぱ先陣を切ったり矢面に立つタイプだからそれ自覚してんので、まあ言われやすい体質だなとか思うんだけど、割とねこうバックにね渡辺がいるとね割とドーッといける。なんでかっていうと違う時は違うって言ってくれるからっていうのが結構でかくて、まあ、かつ言っていい時はこうゴーゴーっていう感じで押し出してくれる、その感覚がある。行っていい時はもうひたすら行ってきてほしいって思う、うん、そう、そこがなんか対等じゃないと成し得ないことだと思う、うん、俺がじゃあ偉そうで
ガンガンガン行って友達の意見も聞きませんっていうタイプだったら、それヒューガの意見とか全く刺さらないわけで、ただ俺ヒューガの意見はそれ大事にしてるし、そこで言われたことをヒューガ言うのはそうかって思うから、うまい塩梅にこうリーダーをやらせてもらえるっていうのが、自分がリーダーで入れる理由としてやっぱヒューガっていうのがでかい、ね、チームのケツ持ちというか、めっちゃ強い先輩地元にいますね、はい、感じが俺の中でヒューガに対する印象だから、特にやっぱヒューガの意見聞かないとなと思う、まあ、ここに来てもやっぱそれは良くないとか、それはやめた方がいいとか言ってくれるから、そこを聞かなくなったら俺は終わりだし、それをヒューガが言ってくれなくなったら終わりなんだろうなって思う。だそれはある、自分の中であるでしょ、それを言わないとなというか。いや、それはある、うん、だってヤマトはやりすぎる時があるタイプの人間だから。そうなんですよ、それは止めないといけない時あるし、逆になんで今行かないんだろうって時もあったりもするし、人間だから。いや、でも今行った方がいいんだよヤマトって時もあるし、いろいろあるよね。俺もやっぱさ、常日頃日記書くとか言ってるけど、うん、やっぱそのヤマトがなんか大人の圧力によって抑え込められてる日とかは、ヤマトは今日抑え込められていたみたいなのを書いてらしたことあるのよ。だからその分、まあ俺はそういう日は俺は尖ってもいいかなと思うみたいなのを思う気持ちを書いたりもするから、常に俺そういうふうに思ってるけど、うん、俺の中でだからゴーを出すときはヤマトがグッてなっちゃってる時で、ヤマトが突っ走りすぎてるときは引き止める、はいはい、ヤマトが億劫になっちゃってたら何やってんだよお前っていう、うん、まあ、そこはプラスマイナスじゃないね俺の中で。ヤマトが攻めの姿勢じゃなくなってることに対して俺はマイナスだと思うから、うん、お前行ってこいっていうのは、それがいいことか悪いことかじゃなくて、そこでヤマトが前に行けるか行けないかで、今のヤマトの人格として行った方が今チームがいい流れに乗るっていう感覚のもと言ってるだけで、なるほど、ね、そのヤマトの行動が正しいか正しくないかはそこまで深く考えてない。おー、なるほど。ここでヤマトが今引くんだったら良くないでしょっていう、はいはい、感覚かな。ザ・軍師だね。このチームの方針をコントロールするタイプ。うん、これをね、あの戦略家とリーダーって実は同じ人格でやると大変なのよ、うん、リーダーってやっぱ引っ張っていかなきゃいけなかったりとか、たまにやっぱ無謀な行動を取らなきゃいけない時あって、それは戦略的に理にかなわないことがある。だからここって分かれてるとすごいチームうまくいくんだ。やっぱうちのチーム分かれてるからさ、やっぱ致命的な母感もない。それって偶然生まれたチームというか、うん、偶然であれば必然でもある。なんかどんどんそうなっていくでもあるからさ、うん、人格ってやっぱ変わる。そうね、うん、あっちゃんがより注意できるようになって、はいはいはい、なんか昔より言うと優しくなったとか、いろいろあるとか、ね、そこでやっぱ俺も変わったから、人間としてはさすがに。いや、もうあるんだろうけど、もうちょい俺もやっちゃうタイプだったから多分。そうだよね。でもリーダー気質ではない。リーダー気質ではないかな。副リーダー気質なの。いや、どうなんだろう。全責任を負っていいほど考えてない。あー、なるほどね。行くことはできるよっていう、別に行くって行くこともできるし、強気な発言別に全然してって言われたらできるし、することもできるし、したいタイプだけど、そこまで頭は良くないっていう部分で、そこまで考えてはない。この発言でどうなるかじゃなくて、俺が言いたいの方が強いから。俺はヤマトがどうか分からんけど、ヤマトは結構相談してくるときに、これ言った方がいいよねみたいな時があるから、考えてんだなと思うから、いいんじゃないって言うし、いやちょっと俺我慢できないから言うわって相談してきたら、我慢した方がいいんじゃないって言うかもしれないけど、言い方であって、俺はヤマトの言うことの内容を見てるわけじゃなくて、ヤマトが俺に聞いてきた時の雰囲気を見てるだけで。なるほどね。あまりにも内容が鍵だったら言うよ、文字的に。これはそういう言い方じゃない方がいいんじゃないとか言うけど、その時のヤマトのこれは行きたいって思ってる顔とか、いやこれはなんか言っといた方がいいって思って中途半端な状態とか、はいはい、いろいろあって、その怒りに任せて言ってるのは分かるから、外町だから、うんうん、ああヤマト今切れてるからこれツイートしたいんだろうなって思ったら、遠いし普通にっていう時もあれば、うんうん、全然別に怒ってもない状態のヤマトがこれこういう分なんだけど打ってもいいかなっていう、言ってきた和やかな感じで相談してきたくせに、分めっちゃ強いやんこいつって思っても、まあこの感じで言ってならいいやって思ってあるんじゃないそのままでっていう時もあるし、はい、なるほどね。そこはなんか俺はヤマトのテンション感を見て言ってるみたいなとこあるから、ずっと引っ張ってきてるリーダーがカッとなってツイートするってよくない。普通の事故例多分、うん、けど別にずっと引っ張ってきて今こう成功してるチームのリーダーがこう冷静に言ってることだったら基本的に大丈夫だろうなっていう、その考え、俺は別に文才でもなければ、なんかその知識が超多いわけでもないから、それがどうなるかまでは見えてこないから、うん、
もう感覚、もうこの感じのヤマトだったらいいでしょっていう。そうなんで、ヒューガーはね、すげえ感覚派なんだよ。だからそれが俺とヒューガーの、多分視聴者の人からしたらさ、似てんのかな、俺だって。どうなんだろう。まあ似てる部分はある。まあその部類的にはまあ同じ、結構この攻め人間みたいな感じに似てると思うんだけど、ヒューガーはね、圧倒的感覚派なんだよ。俺がやっぱ今までたくさん時間を使って勉強したりとか、時間を使って人に聞いたことをやっぱね、余裕で感覚でできてしまうのがすごい。これ言うとどうだろう。なんか言ってたけど、どういう意味か。なんかね、物事って本質があるわけですよ。この事件はここが悪いなとか、こいつは今ここが一番気になってるなみたいなのを見抜く力って、人間なんか生きてくると何も備わってくる。それは俺はさ、対人関係とかよりは本とかで勉強してきてるタイプだから、それでまあうまくもできるんだけど、ヒューガは俺ができてるぐらいにはなんかこう感覚でそっちの方がいいんじゃないかできちゃうから。でも別に嫉妬でもないんだけど、これはなぜできると、練習してないのにそこにシュート入るなんて、そう俺からしたら意味が分かんない。それ考えてないんでしょ。考えてない。だセンスがいいんだよね、俺からすればセンスがいいから、こうこうこういうことが起こった時にはこっちを取ろうってできるのはもうセンスの良さでしかないから、それはね、羨ましい部分でもあり、すごいなと思う。YouTube によく逆にセンスよく響くね、俺の性格って多分。もともとやっぱりこの人の和を乱さないようにする性格だから。確かに。俺は YouTube って対人間や、うん、だから人間との和を乱さないようにすることが得意な人からしたら簡単で、俺からしたら友達関係が10人のグループを全員呼んで、俺がそいつらがどういう感じか見てたわけで、多分感覚だけど、それも考えてはないけど、もちろんこいつらは今日怒ってるとか、こいつどういう風にしてとか考えて配置するとかしないけど、なんとなく俺がここ座った方がいいなとか、なんとなく俺が今日は運転した方がいいなとか、なんか多分そういうのがずっとあって、友達と遊ぶ感覚の中で、学校の中でもだし、家族のを取り持つ感覚もあるから俺は。なるほど。家族同士、まあ俺が仲良くした方がいいなとか、俺が今日父ちゃんとご飯行った方が父ちゃん楽しいし、家族うまくいくだろうなとか、そういうのをなんかやるタイプだから。なるほどね。それがおもむろに YouTube に出てね、はいはいはい、こういう風に思うでしょっていう感覚がちっちゃい頃からやってきたことだから、難しいことじゃないっていう。意外と似てないよ、バランサーだもん。俺全然バランス取る人だよ、うん、俺バランス崩しちゃう人だからさ。確かに。そこが多分いい塩梅なんだろうね。なんとなく分かるっていうぐらいでしかなくて、確定じゃないんだよ。まあそうだっていう、まあファンの子はこう、このタイミングこうしてくれたら嬉しいだろうっていう、このタイミングこうしたらあっちゃん笑ったなと同じなんだよ、やりたいことは。俺でも全部そうじゃない、バスケのシュートもさ、なんでそっからそれ入るんっていうシュートをさ、学生時代から決めてきてるわけや、うん、だからね、わかんないね。俺は本読んでさ、この角度でこのレッグスルーでとかやってるからさ、普通に感覚でできない俺からすると羨ましいなと思う。逆に感覚でできちゃうから勉強してないからね俺は。そういう難しいことを、まあ、特殊だね、特例だね。それって実力として出ないから、別にすごいこととも思ってないから俺は。実力なんじゃない、何に結びつくものなんだろうね。全てに結びついてると思うよ、その人生の感覚みたいな、ここはこうするべきみたいな。それがなんかね、俺が思うになんだけど、割と自分の利益だけじゃないんだよ、そこにいる人たち全体のためになることというか、ここはこうした方がこの人たちのためになるなを、なんかポジション的にそこが落ち着くってこと。いや、でも圧倒的平和主義だと思うね。そうだよね、俺は。そうだよね、マジそうだよね。誰かと誰かが喧嘩しそうになったら止めなきゃって思うタイプだし、だからその前なんだよね、俺が止めなきゃいけないと思ってる場所は。誰かと誰かが喧嘩したら止めるんじゃなくて、誰かと誰かが喧嘩しないようにしてるから俺は。はいはいはい。そもそも、はあ、ヤマトそろそろこのタイミングでユーマ残りそうだなって思ったら、あ、俺ユーマに言っとくよって言っとくとか。はいはい。あ、このタイミングでこれボンミスしたからヤマトボンにもイラつくやろうなっていうのが分かったら、うん、あ、ちょっとボン、おいって俺が先に言ってるとか、はい、めさーってボンに俺が和やかに取れるけど言ってること言っとくとかするのが感覚なんだよね、俺の。お母さんだよね、うん、そうか。お父さんが怒る前に子供にやめさせとくみたいな。そうそういう感覚なのかな。感覚としてこれすげー聞いてみたいんだけど、俺全メンバーに聞いてみたいんだけど、あっちゃん以外、あっちゃん以外なんだけど、まあ俺はリーダーっていうポジションがさ、明確にあるわけやん。けど、うちのチームって副リーダーいないじゃん。うん、副リーダー的なさ、自覚はあんの？副リーダーか。
俺そのあっちゃん以外のヒューがユーマユータは全員副リーダーとしてのポジを担える人たちだと思う、うん、なんならリーダーやってもできる。この3人はできちゃう人だと思う、うん、その自覚みたいなのっていうか、そのあれはないよ、副リーダーですみたいな。副リーダーですって思ったことはないけど、うん、まあ、ヤマトが折れたら俺かなとは思ってるかな。あ、ヤマトが思いつかなかったら俺が考えなきゃとか、うん、ヤマトが今日動けないんだったら俺が仕切んなきゃとは思ってるかもっていう感覚はあるかも。別に副リーダーがどうこうとか考えたことないけど、気になるね。実地リーダーっていうものがあって、それが決めてることをやるっていう感覚があって、ヤマトももうわけわかんなくなっちゃう時とかあるわけで、あれってなったタイミングで、まあ一歩が早いから、俺は一歩目が早いし、考える前にとりあえず声かけるタイプだから、ってなると副リーダーには見えてるかもね、裏方から見たら。でもそうだね、俺が本質的にどうかとかは知らないけど、編集的にはユーマの方が俺より全然うまいしってなると、全部見た時はみんなから見たら俺なのかなと思う。俺に意識はないけど。そうね、その感覚はあるね。俺やっぱさ、ダメなんだよね。ここで一回ちょっと勝ちから飲んでみて。これマジ勝ちよ。その、やっぱなんかね、勝ちかね、これ 100% です。勝ちすぎる。これめっちゃうまいんだけど、なんか、自分がこうしようと思ってて、できないことがあると、すげえこうなっちゃう。ほとんどのことって自分が思い描いたことってうまくいくんだけど、なんかの不備でうまくいかなかったらこうなっちゃうんだけど、ヒューはそうなんない。こうなってこうなってくらいでこうできる。いやー、でもね、それできるリーダーってマジにないんだ。だからすごい。まあだからそれは単純にヤマトはこの角度でできると思ってる。うん、俺は多分このぐらいの角度。なるほど。だからこういった後にヤマトは俺がこの辺にいる時にパーンって進んでくる。俺はこの辺にしてるんで、このまたこういくよ。ヤマトはこの辺にパーンって降りてる。なるほどね。だから別に同じように見えるのよ、見てる分には。おお。基本の平均値見たら同じぐらいにいるから、同じような人格に見えるけど、若干ズレがあるから、俺は落ちにくい上がり方してる。落ちにくいね。そこがすごいね。俺いつも戻してもらってる感覚がある。いや、俺は落ちたことないかな。すごいね。それで言うと本当に俺はマックスへ込むことはないかな。何だったらマックスへ込む、気になる。やけど、まあ本当大切な人の命が関わらなきゃ沈まない。ああ、もう生きてりゃいい。俺も生きてりゃいいし、うん、友達、家族、好きな人が生きてりゃそれでいいって思ってるから。なるほどね。俺の中でお金もちろん稼ぎたいし、お金あった方が幸せとか、うん、そういう気持ちはあるのよ、うん、お金を持ったら家族にお金を払ってあげる、後輩をご飯連れてあげるっていう幸せがあるから、お金は幸せなものだけど、うん、1円も稼がない時代の1年間の YouTube をやってた、うん、時代が俺の中でめちゃくちゃ土台だから、はいはい、それなのに死ぬほど楽しい人生だったから俺、その時点でもう死ぬ以外怖くないんで、はい、別に今赤バンされても嫌だけど大丈夫、はい、例えば赤バンされたらみんな死ぬほどへこむでしょ。俺多分1日へこまないの半日まあうわマジかってなるよ。そりゃ、うん、350何万人のチャンネルが赤バンされて、自分たちがこう4年間積み上げてきて達成とかを祝ったチャンネルが潰れたってなると、うん、いやマジかってなるけど、切り替えるとしたら、いやまあということは知名度を持った状態でもう一度 YouTube を始められるから、まあ前より楽だなに一瞬で変わるんだよ、思考がボンってってなると、もうほんと半日前かも、もう3時間だよね。いやそれは絶対に俺にはない感覚。どうしようもないことにあがかないタイプ。あ、そうだね。だから例えば彼女が浮気したら何にも思わない。俺が魅力不足で終わりだから。それは、そこに対してさ、やっぱ僕みたいなタイプは結構怒りをぶつけるわけですわ、うん、こう、なんでなん、俺のどこが悪かったんですのっていうのをやるけど、やんないってことでしょ。やっぱ冷たい。俺はそう、彼女がもし浮気したら、あ、お前そういうやつだったんだって終わり。あー、まあ、そうか、冷たいって見たら冷たいって感じ。そう、冷たくもあるんだよね、多分この切り替えの速さって。だって毎回じゃあ炎上とかそういうことだからさ、切り替え早いのがプラスに見えるけど、うんうん、彼女からしたらマイナスやん。まあ、引きずってほしいわな。角度で見たら違うの、俺の感情って。はいはいはい。ヤマトから見たらすごいかもしれないけど、その日映画を撮影してる俺は彼女から見たら不機嫌なわけやん、元カノから見たら。まあちょっと悲しそうに撮影しました。何こいつの人みたいな、え、人間みたいななるわけで、マイナスにも捉えられればプラスにも捉えられる中でやってて、で俺はそれが合ってるから、俺からしたらプラスだけど、うん、俺にめちゃくちゃ愛情を注いでた人からしたらマイナスだよね、多分。なんだこれっていう。
多分このチームに関して言えばやっぱよく作用することがほとんどというか、そうチームっていうことで見た時にやっぱその軌道修正を難なくこなしてくれる人がいるっていうのは、まあ、俺としてはやっぱ心強い。俺が抜けることはまずないから、そうなってくると別れるとかはないからね、彼女みたいに。うん、まあでもそのヒューランのそのポジションのおかげで割とリーダーをやりやすいというか、自分はこういうポジションでこうしなきゃいけないなみたいなのが明確になりやすいよね。俺の友達すげえなと思いますよね。なかなか出会える人材じゃない、そもそも会ったことない、ヒューガぐらい明るい人にいないよ。いない。なんか俺の明るさってただはっちゃけれる明るさとは違うね。そうなんだよね。もうこの彼女からしたらとんでもなく頭が痛い明るさなんだよな。もう喧嘩した次の日の動画も楽しそうやんこいつ、落ち込めよお前みたいな。確かにそう。それが、まあ、彼女からしたらそうだけど、メンバーからしたらやっぱ常にこうアベレージで仕事に対して臨める、かつ落ちた時に平均に戻せるみたいなのは欠かせない。うん、確かになんてか分からんけど、そうだな。俺は絶対母ちゃんだと思うけど、ヒューガの人生は結構母ちゃんにだいぶ影響を受けてるというか、ほぼ母ちゃん、ほぼ母ちゃん、マジでマジで明るいから、ほぼ母ちゃんだね。確かにな、感じっすかね。なるほど。僕ですか。はい、先行ヤマト終わりました。長お前攻撃。まあそれで言うとなんだ、あ、まあだからリーダー力みたいなものは、もう俺もリーダーできるかもとかヤマトに言われたとしても、俺は絶対にやらないぐらいヤマトのリーダー力がすごいなと思うかな。いや、これは嬉しいよ。でも普通に、うん、なんだろうな、リーダーってさ、いやーだこと言わなきゃいけないじゃん。身内からも反感買うと思うからさ、うん、リーダーってなかなかやりたくもなければ、うん、やっててもいい気しないと思うんだよね、なんか、うん、いや、なんとなくだけど、うん、まあ、社長とかキャプテンとか、うん、立場的に緊張されるし、下には何かと、で外部には立てられたり、うん、逆に呼ばれたりとか、めんどくさいポジションではあるから、それ踏まえてよくやってるなっていう感じかな。俺はやりたくないって思うポジションはやっぱ難なくこなしてるからすごいなと思うし、やっぱだからその俺がさっきも言ったけど、その突き抜けてない状態のヤマトは気になるからもっといけって言うけど、やっぱその突き抜け力間違いなく YouTube1 でしょとは思う。だっていないね、普通にこんなヤバいやつ。ヤバいよね、いないと思うよね、まあ、なんかそのヤバさがさ、それが全ていいとは俺も言わないけど、ヤバい時はヤバいから、やりすぎる時あるし、うん、けどまあそれは俺は街中でヤマトと一緒に歩いててもヤマトはガンガンやるからさ、盗撮したってなったらお前ごめんねって言ったりもするし、でごめんねって謝ったり、ヤマトのせいで俺は無駄に謝ったことは何回あるか分かんないから、普通に考えて俺が一人で歩いてたらやめてよとかで和ませていい感じに終わったところを、ヤマトがこんなやろてめえガキみたいに言ったせいで、ヤマトはもうそうだったら謝りたくないから、そしたらその子かわいそうだなって思った俺がこんなありなって、その俺のことじゃないことで俺は多分300回ぐらい謝ってるから、俺の謝ってるを返してほしいんだけど、まあそういうのも込みで、別に俺は多分本来普通に考えて、じゃあ例えば他の友達が生きてて代わりに謝りたくないのよ、ヤマトならいいかなって思うような感覚はあるから、うん、まあ、それがリーダーっていう認めてる証拠でもあるから俺の中で、うん、リーダーがこう頑張って突き抜けたいって思って突き抜けてて、でその性格とか人格も多少なりともやっぱリーダーに寄せてるんだろうなと思うからさ、普通に生きててこんな切れねえよって思うから、でそれなりにやっぱ人格保って後輩にも来んなきゃいけなくてとか、自分の中でその保たなきゃいけない部分から来るものでもあると思うから、俺は別に代わりに謝ることなんとも思ってなくて、まあそれこそ社員から見て多分一番優しく映るんだよね俺って。確かに俺は本当に怒んないし、まあ何かと助けてあげるタイプではあるからバランサーだからね、ごちそうもするし飯も連れてくしとか、うん、やっぱ日向さんって、いや日向さんさすがだわとか、そういう感じなんだね、みんな裏方って、うん、結局で、その役って別に簡単で、そんな何の苦労もないし対象もないね、俺からしたら後輩に好かれようと思ってるわけではないけど、好かれるポジにいることって辛くないから、で俺からしたら別に全然いいし、俺の性格上当てはまってるし全然大変なことじゃないんだけど、で、ヤマトってやっぱ何かと言わなきゃいけない部分はあって、多分で、言っ
ってて、まあ、言い過ぎてる部分あったら言い過ぎだろうって思うっていう時もあるかもしれないけど、まあそれなりに言わなきゃいけないんだろうなと思ったら目をつむる部分もあって、でそうなったらまあまあ大丈夫だよって俺は声かける立場って、俺は多分その例えば家系で見たら大黒柱の怖え父ちゃんで母ちゃんだと思われてると思ってるから、お母さん子って多いやん。ああなるほどね。で裏方もお母さん子が多くなっちゃう気がするんだよ。はいはい、はい、けど親父の背中が好きみたいなのがベストで、それが作れてると思うんだよね、うまく。ヤマトがただ怖いだけじゃないから、うん、愛があるから親のためも持っていってるし、チームのためもチームを守ろうとしてるっていうのが全員分かってると思うから、俺はこの会社を守らなきゃいけないんだっていう気持ちが多分一番強いっていうのはみんな分かってて、でみんなが分かってるから、ヤマトがなんかミスったり外部の人との仕事の連絡をマネージャーが取り忘れたりしたら怒るのは、まあただ友達同士だったら怒らないことって分かるから俺は見てて、ヤマトとボンがただの友達だったらヤマトとボンに怒ることってないから、ってことは別にいいかなと思って見てんだけど、けどまあこれ仕事関係なく怒ってないことって思ったら、ヤマトいいよそんな言わなくてとか言うけど、うん、そうじゃないとき俺は別に止めないから、でもへこんでて仕事できなかったら会社だから大丈夫だよ、うん、言いに行くぐらいで。なるほどね。その役をまあ買って出てるっていうのはすごいなと思うね、普通に。なるほどね。いやでもむずいのよこの役って。むずいでしょ。むずいのが言わなきゃいけないポジションだと自分が言われないようにやっぱ常にパーフェクトでいなきゃいけないっていうのがすごいむずくて、うん、俺もその全然そのさ完璧な人間じゃないから全然ミスるし間違えちゃうから、で間違えちゃうとさ言ったことの効力って減っていくやん、うん、お前もやんっていう一言で返されちゃうから、ジレンマだね。そこがむずい。まあだから俺けど思うに、うん、メンバーの方がミスんないやん。ミスる機会っていうかまあ責任感一番強くなきゃいけないからさ、うん、メンバーがこうやっててまあヤマトの効力効かなくなったら俺がいやいやって思ってるから。ああなるほどね。じゃヤマトの言うこと聞かないんだったら俺がいや言うこと聞くだろうっていう、はいはい、ことあるから、まあ別にそこは最悪ヤマトがじゃあ遅刻しちゃいましたってなってボンが遅刻してきてヤマトもやってたら、いやお前二人ともダメだろって俺が言った。ああなるほど、ね、別にいいわけそれで。だからその社長ナンバーワンじゃない会社だからこそ、うんうん、俺は芯が太い会社だと思うからさ。そうだね。ほんとメンバーが平等っていうのは結構マジでかいよね、うん、その点俺もメンバーに言われたらあってなるし、まあ言ってくれるからな割と会議の時とかに、うん、やっぱ甘くなっちゃう部分っていうかさ、こう言ってるけどなんかこうどっか緩んできちゃう部分ってあるよ。やってるとなんとなく分かる人いると思うんだけど、なんかね難しくなってきちゃう部分があるんだけど、まあ、それを言ってくれる仲間がいるっていうのは環境的にでかいよね。まあ、だからこの話は一番裏方が見るべきだな。裏方もね、俺のこと好きとかさ、嬉しいよ、もちろん。ゆうたが好きとか嬉しいよ、もちろん。みんな、あっちゃん、ゆうま優しくて好きとか嬉しいよ、みんな。みんな嬉しいけど、やっぱ、ヤマトのことは好きでいるべきだし、みんなが。ヤマトが仕事してなかったらって考えてからみんな接してあげなきゃ。ヤマトと仕事してなかったらって思えば、あ、仕事のことで今、思えばまた目線変わるだろうし、今日もう仕事終わりましたってなったら普通に友達みたいに絡めばいいし、普通にいつも通りの高校の時の後輩としてゴータも接すればいいし、松井も接すればいいし、それはなんかその一旦さ、なんか言われた時とか、まあ、俺らが言う時もまあなくはないだろうけど、俺らが言ってきた時とかも今仕事で知ってくれてんだなって思ってくれると俺らも言いやすいし、やっぱそれはヤマトの言いにくさっていう部分は全部がそう感情で言う時ももしかしたらあるかもしれないけど、ヤマトはまあ、じゃない時の方が人多いから、感情で言っちゃった時はもう許してやってくれそういうやつだね、普通なるべく言わないようにはしてんだけどね。そういうやつなんだよ。熱くなってイライラしたりして怒っちゃうんだよ、特別な。でも何にも耐えないからヤマトは。まあそうだ、そこがいいとこでもあるから、まあバッて言われたらなんだこの野郎って思ったら最悪俺に言ってよ。ヒューガさん、なんか多分さすがにあれ仕事関係なくて先輩切れてきたんですよとか、あれくらいだらヤマト仕事関係ないとこでこうとは怒んないであげてよって俺が言うからさ、別にそれでも悪いやん。それでさ、わ仕事関係ないのに怒ってきた、マジうざいって思ったら嫌じゃん、会社としてまあそうね、そのキモいとか嫌だとか先輩に思うのが一番良くないからさ、それがあるんだったら俺に言うだの、ユータに言うだの、ユーマッチャに言うだのすればなんとなく言ってくれるから、うん、みんなその環境があれば会社はずっと長持ちするだろうし。確かに。でもこの会社を見てて俺は一番この会社を続けてたいと思うからさ、幸せだし、みんながこううまくやってほしいね。今 YouTube というところで裏方にしゃべってる。そうだね。裏方どう思ってんだろうな。やっぱ怖いよね俺。いや怖いんじゃない、
絶対怖いよね。怖いと思うけど、みんな好きではいると思うよ、そりゃ。難しいんだよな。やっぱさ、距離を詰めすぎちゃうとさ、怒る時の効力ってなくなっちゃうよ。けど多分距離詰めてる俺が怒っても怖いけど。いや、そうだ、野球が上手いんだよな。俺はね、結構マジ距離近くなるとマジ近くなっちゃうから、ヒューガって一定を保つのうまい、裏方と。メンバーとは割ともう境目ないけど、裏方に対してはやっぱあれあるから。もうどんだけ近づきに行っても先輩として見てくれてるのかな。うん、ヤマトの方が好き多いからね、人間として。好き多いんだよ。でもやるときやるやん、ヤマちゃんの。まあその面で俺の方がアベレージ高いから。そうだね、ミス少ない、何も言われないみたいなとこあるけど。まあまあまあ、人間だからミスることもあるし、裏方も人間だからミスることあるって分かってるからさ、別にそのタイミングで言わなきゃいけないから言うだけで、感情的に言ってたら教えてってぐらいで、感情的に言ってないなって理解してあげれる部分があるんだったら理解してあげればいいし、まあ、それほど社長だったりリーダーって仕事は大変だと思うから。でもそこは悩んだね。なんかね、やっぱいろんなリーダーがいるわけ、世の中には、うん、特に俺らやっぱり漫画好きだからさ、漫画の主人公のリーダーに俺は憧れるわけよ。で、まあ、例えばじゃあワンピースだったらルフィなわけやん。自由奔放なリーダー。そう、俺はね、全然ルフィじゃないのよ、うん、全然違う。自由奔放でもないし、俺結構考えちゃうタイプだからこうはなれないな。けどヒューガは割とね、物語のね、副船長とかいうポジをね、完全に全うするんだよ、俺のイメージだよ。別にそれをやりたくてやってるとかなのか分かんないけど、例えばじゃあゾロだったら、ルフィがやりすぎてた時は止めます、ルフィが全然ダメな時とかケツ叩きますとかをやるやん、うん、とか東京リベンジャーズいうところのドラケン、リーダーが間違えたことをした時は自分が頭を下げに行きますとか。できるヒューガを見てて、あ、なんかこのアニメ1個のキャラクターに憧れてそこに寄せるとかそういう必要もないなって俺は思った、はい、だからそのやっぱポジションのいい部分って絶対あって、で自分に取り入れられない部分と取り入れられる部分があるわけや、ね、そこをうまく取り入れてオリジナルのリーダーを作っていけばいいやっていうところにたどり着いたのは、やっぱヒューガがいろんなとこの副リーダーポジみたいなのをこううまくこう取り入れてやってるのを見て思ったっていうのは結構でかいから、全然ルフィにはなれないね。確かにルフィっぽくはない。全然違うでしょ、どっちかというと龍馬の方がルフィっぽいし。全然ルフィっぽい、うん、そうだね。なんかやっぱ男だからさ、その漫画とかのキャラクターに当てはめたい。うん、そうそうそう。今日ちなみに来る前原宿寄った時、あのガキにかかってこいやって言ってました。鈴木くんが、いや俺がごめんね、謝っといてあげる。それいつも怒ってんのかな。え、そいつも怒ってる。誰かごめんね、もし見てあいつさ、マジ舐めてるよな。いや、いい、鈴木さん携帯さ、パッて向けてさ、あ、盗撮やめてねって、いや、撮ってないっす。撮ってるやん。撮ろうとしたタイミングだったのかもな。やめてよマジで。そのあの目とかはもうほんと信じられないね。もうやめてよって言ってることをやめてって言ってんのにさ、やめてくんないんでしょ。で俺が注意してんのにさ、やめてくんないんじゃん。やめてよな。いや、まあそんなに頭いい人たちばっかじゃないから日本。確かに。いや、見てりゃあかんじゃん、アンチとか。そういう人も街にはさすがに繰り出したりもするし、そういう人は物分かりも良くないんだから、怒ったところで聞かない時もあるから。怒ることも大事だけど、時には。いや、優しく言ってやって分かるタイプもいるから、やっぱ臨機応変に対応しないと。はい。だからこんな感じに、でも大体こんな感じです。大体こんな感じ。まあそうだなと思うしね。まあその現場ではやっぱ感情が先行してるから、まあその感情が先行してチームに迷惑がかかるのはさすがにリーダーとして違うなと思う。やれないの、一人でもやるの、あれ。やんない。ふざけんじゃねえよお前。一人の時、ふざけんな。一人の時は必ず誰かといるようにしてる俺は。怒んないよね、揉め事にならないように。まあそんなところですよ。持ちつつ持たれててすな、うん、僕は結構持たれてますけども、助けられてますね。で、ヒューガ後半全然酒飲んでないけど、どうした。めっちゃ名前うまい。俺のこの 100% カチカチだけよお前。こっちお前ふざけんな。いや飲めよ、俺こんな飲んでんだ。バカお前、この程度やろ。はいはいはい。くっそ、こいつ酔ってる。キモい。パッと飲んでくる。こいつ一番パッと飲んでくる。バカだろ、ヤマトの友達これが酔ってるの。はい、パッと飲んでくる。マジ硬くね。ストレートやん、まあ、ロックかこれ。現在は4時ぐらいになりましたけども、やべえ。
最後の質問、今後のコムドットについて二人が考えてることを教えてくださいということなんですけど、はい、今コムドットが考えてることを話すと、やっぱ去年までチャンネル登録者っていうものをひたすらにがむしゃらに追いかけ続けてここまで来て、でまあ300万人一人登録してもらえるチャンネルになりましたっていうのが去年までの功績で、ただなんかコムドットってさ、数字だけを追いかけ続けてるチームっていう風にさ思われがちやん、目標を言うから、けど別にそんなこともなくて、雑誌の表紙を飾りたいとか CM やりたいとか本出したいとか、それぞれの夢があって、そういうのも数字の目標と同じように達成してきてるチームだから、俺その数字的な目標はその1個でしかないと思ってるんだけど、やっぱその上で、まあ、今年じゃあどういうことをやりたいかって言った時に、より多くの人に愛されるチームになるために YouTube 以外のアンテナを張ってる人のところに届くような活動をいっぱいしてきたり、うん、雑誌もそうだし CM もそうだし、いろんな媒体を使わせてもらうことによって、コムドットっていう魅力を全然 YouTube っていうものに対してアンテナを張ってない人たちのところに届けるっていうことをやってきて、まあこのぶっちゃけ本当にうまくいってる、本当にありがたいことにたくさん仕事をいただいて、そっから知ってくれた人がすごい増えて、今ではだからすごい去年までいなかった大人の層の人たちに声かけてもらうことぶっちゃけ多いし、なんかその視聴者のなんかこの数値みたいなのもだんだん変わってきて、今のところねコムドットの考えてることっていうのはうまくいってて、まあ、かつそこで言葉を選ばないんだったら芸能人になりたくないというか、あくまで YouTuber として視聴者の人と接していきたいっていう部分は俺なんか守れてる気がしてて、それぞれの SNS での関わりをその去年のまんま続けてるとか、まあ思ったことは言うとか、ここら辺はなんかうまくコムドットの良さを引き継いでるからいいなと思ってて、今年はなんかそれをやる年にしたいなってすごい思ってて、最初は本当に慣れなかった雑誌の撮影も、今はもう結構さ雑誌の撮影って言われたらちょっと安心するぐらいさ、できるようになってきてるから、そうだね、他の仕事よりは安心して臨めるぐらいに慣れてはきてるから、俺はいろんな仕事にコムドットの集団として慣れていきたい、いろんな仕事に慣れながらできるようになればコムドットの魅力をいろんな人に伝えるようになれるから、まあ、その準備の年って言ったらなんか守りに入ってるように見えるかもしれないけど、割といろんな攻めたこともしてるし、すごい重大発表もいっぱいできてるから、今のところなんかすごいうまくいってる気がしてて、今後ねどうなっていきたいのかっていうことを視聴者の人はやっぱ気になるわけですな。でもヒューがどう考えてるの？まあ、それで言うと、まあ、山本が今話したのは多分今年とか、まあ、今で近くても来年ぐらいの話をしてるんだろうけど、俺は最近あのツイッターにもツイートしたんだけど、 SMAP の5人旅を見たのよ、5人旅を見て、で25周年を記念に5人で旅をしてもらいますみたいな、まあオープニングでみたいな感じで言って、そのオープニング頭から25周年みたいな、この人たち俺らが昔に見た状態で25周年だったのみたいな思った時に、俺ら次で4周年だよなと思って、で結構長いことやってるなとか、フル株になるのか YouTube ではとか思ってたから、いやまだまだこのグループとして愛される期間って続けられるんだなっていう安心感を覚えて、でそれも見てて、なんかその5人でいることが気持ち悪いとか、なんか若干わかるっていうか、今俺らも裏方ずってるから、まあなかなかこう5人で移動もなければ5人で飲むとかもそういうのもないから、それをやってるそのスマップの5人を見て、なんかこう例えばだけど25年はもう安牌かなとか、その関係的にその業界がどうこうとかファンの人が離れるとか、そういうの一旦無視して25年間ぐらいは自分たちのこの関係値を崩さずに一緒に仕事をしていけるかなって思ったから、それに必要なのは求めてくれる人の数だから、求めてくれる人の数を失わないように毎年試行錯誤して、俺は一生消したくない会社だから、この会社はそれやっぱ強く思うから、全員メンバーもそうだけど、例えばもう全員だね、みんないるけど、みんながずっと続けたいと思う。もう例えばテロップが40歳になってでいいと思うんで、それでもまだ若いのこの人たち、俺スマップ25周年ってあの人たちも40超えてるわけ、もう俺らと同じぐらいに見えたの、ファンの人の反応とか、うわキャーとかすげえなと思って、この年の人たちのこのアイドル感かいと、こ
この人たち、もう40超えてるのにこの、こことここの絡みがいいみたいに言われたりして、うん、えぐーと思って、うん、あ、そうなんだって、この人間さえ変わらなければついてきてくれる人はいるんだっていう感覚があったから、まだまだ未来がどうなるのかって聞かれるんだったら考えなくていいぐらい続くんじゃないかな、うん、ファンの人は心配しなくていいぐらい、うん、俺らが必要じゃなくなるぐらいのとこまで俺らはやってるよっていう、うん、そうね、その話を踏まえてやっぱ思うのが、今すげえ俺らって働き方若いかも、うん、ガツガツしてるしすげえ体削ってるし、なんかまあ無理してるわけやん、うん、けどやっぱなんかこのままでいったら誰かが壊れちゃうし、うん、誰かがもう無理だってなっちゃうと思う、うん、だからそこをどっかやっぱ切り替えるタイミングが来るんだろうなとも思うし、うまく切り替えないといけないなと思うからさ、俺の中では常に何かに挑戦してるっていうことが楽しいから、うん、その何が楽しいかっていうとやっぱ地元の友達であり大切にしてる社員であり親で友達でありっていうその環境に囲まれた中でこのバックグラウンドを背負ったまま何かに挑戦しに行くっていうのがまあ部活に近いわけや。でそこが心の若さを保ってくれる部分だから、うん、挑戦しなくなったら終わりだなと思うよね。何でもいいの、曲作りたいなと思って、で全員別に歌もうまくないけど、まあじゃあなんか1曲作りました、で世間戦えようと俺らからしたらそれが挑戦だったりとか、じゃあ俺からするとヒューガは本も出してほしいし個展も開いてほしいし、ユーマは曲作ってほしいし、あっちゃんラップ作ってほしいし、ユータはファッション的に世界的に評価されてほしいしっていう個々の魅力として輝ける部分がまだまだあると思うの。だそういう部分で来年からなんか挑戦していって、ここが輝いていって、そこの魅力をチームに持ち帰ってまたコムドットっていうグループがでかくなるっていうのが繰り返していける限り、もっと楽しくてしょうがないなっていう、うん、いや楽しくてしょうがないよね普通に。コムドットのこれからって言われたらスーパースターだよ、国民的スーパースターや最終的にね。だからこの今のすっげえ応援してくれてる人は多いけど、まあその反面すっげえ批判してる人も多いっていうこの状況がレアだったってなるように、うん、あの頃もっとこんなんだったんだぜって言わせるぐらいにやっぱまだまだひっくり返していかなきゃいけない手のひらがたくさんあるから。そうね、今応援してくれてる子の子供に昔もっと叩かれてたんだよって言ってほしい。そうね、感じで言うと、うん、こうなれるぐらいに頑張んなきゃいけないなと思うし、その頑張り方をね、年によってとかそれぞれの例えば奥さんができたりとか子供ができたりとかした時にうまく変えていかなきゃいけないなと思うし、それを大人の考えとか大人の手とか世の中の常識、業界の常識とかじゃなくて自分たちの判断でうまくコントロールしていけるようなそういう幸せな業界に俺らいるわけだから、うん、関係ないんだよね、世間的にはこうだからとか業界的にはこうだからみたいなの関係なくて、俺は全く新しいものとして常にいろんなものを更新してきてるわけだから、いなかったでしょ地元の5人の今っぽい男の子たちが雑誌の表紙を務める世界線の今までなかったわけでしょ。俺はその世界線を作ったからさ、これからも多分いろんなことでありえない、お前には無理だって言われても俺らが歩いたとこがその世界線になるよ、そういう挑戦を続けていきたいなと思うし、5分の人だったらそういうことできるから、そういう姿勢を楽しみつつなんか応援してくれたらやっぱ嬉しいですねって感じだね。まあ明るいですよ未来は、うん、だって俺らが楽しんでるうちはさ視聴者のみんなもなんか楽しんで見てくれてたろうし、話しすぎてみんなこと話しちゃってるから何話したかもあれだけど、俺らが最高ってことはファンのみんなも最高だからさ、誇ってくださいよ、この人応援してるっていう、この動画を見てるっていうことを誇ってほしいな。この動画のこの部分まで見てるっていうのは本当にすごいしありがたいことだよ。面白い時代になったよね本当、このさこのカメラに喋るだけで多くの人に届いて、本当だよ何百万人ってことで何千コメントもらって何万いいねしてもらってね、感情を動かせるわけですから、そのためにはいろんな言葉を SNS で YouTube で発信するし、俺らは俺が気かろうが草かろうが何だっていいの、俺らは、うん、俺は言いたいこと言ってるから、そんなところですかね。だな、多分だいぶね、尖った発言とかこいつらだいぶ痛いだろうとかいうこともいっぱいあったんですけど、まあ、多分僕たち2人は全く後悔していないっていうところ、うん、だから
魅力的な部分まあまあこの二人が旅行行ったら草なるやろそりゃ痛なるわ痛なるね痛くなるよ見えてるやんそんなサムネでこいつら夜痛くなるっていうのは見えてるやんみんなメンバーも裏方もファンの人もみんな見えてるうんこいつら熱くどうせ何語るんだろうってその通りですでもそれコムドットの真髄ですからその通りだから愛されたかもしれないし、うん、俺らの良さはやっぱ昭和っぽさとその勢いだからさここはなんか失わないように頑張っていくのでぜひぜひ応援よろしくお願いしますということでじゃあこのお酒だけは飲んで寝ましょうかうんどっちカチカチのやつだこっちそれじゃあグッときょっぽいアイコにしようアイコにしようカチカチのやつまあ、氷溶けたと言えたぶんガッチガチだと最後乾杯にします全部全部でしょ締め前にうんお前クソ野郎だろ、ほんとにじゃあ、これからもねコムドットをガンガン引っ張って上に上げていきましょうということで、はい、乾杯はいおやすみなさい。おやすみ。じゃ写真だけ撮ろうぜ。さすがに、さすがにメンバーに送ろうぜ。はい、ということでこれにて僕たちの2人温泉旅行は終了です。どうでした？いや、まあ、普通に楽しかったけど、いつもの旅行とは違い、騒がしくなかったし、特に。相当お酒飲んじゃったってイメージ2人にしては、うん、酔っ払ってしまいましたね多少なりにいい感じで2人とも酔っ払えたっていうところもあって、まあ、いろんな話もできたしまあ視聴者のみんなに言いたいことも言えたし結構いい旅になったんじゃないかなうん全然記憶ないくて話してたとかじゃないし、うん、全然もう覚えてるから、まあ、出てるものはお酒飲んでない時に編集してるものが出てると思うのでまあ僕たちの正式な言葉として受け取っていただければなと思います、はい、まあこれ多分第1回なので第2回第3回と続いていくためにはやっぱりみんなのコメントとか高評価とかそういうのがねあのすごい参考になるのでぜひぜひよろしくお願いしますお願いしますそしてですねこの旅を見てあなんかこいつらいいやん意外といいこと言うやんそう思っててもチャンネル登録してないまま見てくれてる人もたくさんいるからもしこの機会にこいつらもうちょっと応援したいなと思ったら右下の赤いとこからチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしますお願いしますじゃあ帰りましょうか帰るかはい最後はみんなで一緒にバイビーって言ってくださいそれじゃあまた次の動画でバイビー